はい。皆様、お集まりいただきまして、ありがとうございます、えー。本日このイベント、なんと203名の方に、えー、現時点で、えー、お申し込みいただいております。はい。それでは、えー、地域情報化オンラインセミナー、職員間連携で進める自治体 DX の始め方、これからいよいよ始めてまいりたいと思います。 本日の総合司会は Code for Japan の野田直子が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは早速ではございますが、主催にあたりまして、北海道総合通信局長豊島元信よりご挨拶を申し上げたいと思います。 では豊島さんよろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いします <laughs> 今ご紹介いただきました、北海道総合通信局長の豊島と申します。どうぞよろしくお願いします。えー、と主催者を代表しまして、えー、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。えー、と本日はあの大変お忙しい時期にもかかわらず、たくさん多くの方にご参加いただいておりますこと、大変感謝を申し上げます。 またあの本セミナーの開催にあたりましては、えー、北海道様のご支援もいただいております、えー、ご協力に心から御礼申し上げます、まあ、皆さんご承知のとおりあのコロナで非常に厳しい状況下でありまして、えー、本日このセミナーも、まあ、いわゆるオンラインセミナーという形で開催をすることになっています、まあ、コロナの話がだいぶ広まってからオンラインセミナー 2年3年3ぐらい続くんですかねだいぶあのデジタル活用の一つの方策という形で一定の進展、浸透というのは見られるかと思います。実はあのこのオンラインも含めてデジタルの活用に関してつい先日ですが7月の30日に総務省で情報通信白書令和3年度版の発表をさせていただきました。えー、毎年特集を組んでますが 今年はデジタルで支える暮らしと経済ということで、まあ、特にコロナ禍でのデジタル活用の実態と課題というのを、まあ、簡単ですが、まとめているものがあります。で、実はこのコロナ禍で、比較的デジタル化、デジタル活用という形で浸透しているのは、例えばキャッシュレス決済とか、ネッ,ト版あのネットショッピングとか、あるいは動画配信の利用みたいな形っていうのは、非常に実は多く伸びて。 で一方、今日テーマとなっている、まあ実際 DX の一環であります、行政サービスの点に関しては、まあ、報道等もかなり見聞きすることが多かったと思いますが、直近で言えば、ワクチンの予算あ、予約システムとか、あるいはその前だとあの、給付金の支給の話だとか、まあ、一貫性にどうしてもこう行政のデジタルサービスというものに対して、まあ なかなも肯定的な評価、なかなかいただけないことが多かったと思います。一方で実はその情報通信白書の中では、行政サービスのデジタルサービスを使ってみたいかどうかってアンケートを取ると、約8割の方は利用したいという声が非常に強いというのが数字が出ています。ただ一方で、やっぱり現実はあまり使われてないということで、なぜ使われないのか、使わないのかというと、大と大きな3つ大きな理由が挙がっています。1つはメニューが少ない で2つ目が、実はどこです、どうやってサービスをしているのか、情報が分からないという話。それと3点目が、使いにくい。大体、デジタルサービスを使わない3大理由としてよく挙げられているところでございます。ただ一方で、このコロナ禍を経験する中で、デジタルの活用というのは待ったなしの状況でございます。えー、昨年の12月25日の閣議決定で、デジタルガバメント実行契約。 というのは定められております。で、総務省では自治体 DX 推進計画を策定をしまして、えー、この7月に自治体 DX 推進手順というのを作成公表しているところでございます。えー、まあ、いわゆるデジタルトランスフォーメーションを自治体レベルで進めていく一番大きなウェーブになっておりまして、えー、本年の9月には政府全体としてもデジタル庁が発足をすると。 いう中で、えー、自治体の標準化システムを5年以内に実装するということで、ガベントクラウンドの構築だとか、あるいはそれを支えるベースレジストリの構築のようなことを、今、デジタル庁の準備室ですが、中心として構築作業を進めているところでございまして、最終的に住民のサービスという形で、えー、より良いサービスを届けるためには、当然のことながら各自治体様における取り組みと。 といいいうことが大きな鍵を握っているわけでございます本日のセミナー、5月19日に開催されました、一般財団法人 Code for Japan 主催のセミナー、超デジタル DX 実践者の集いの続編という形で、デ治体 DX を始めるにあたっての疑問、課題を解消する機会としていただきたく、北海道総合通信局と Code for Japan 様との間で共同で企画をしたものでございます。 北海道内の市町村様向けを想定をして開催をさせていただいているといころでございますが、他の地域におきましても、同じような疑問とか課題というのを抱えているかなと思いますので、幅広くご覧いただければと思います。本日、基調講演をいただきます藤井様、誠にご参加ありがとうございます。また事例発表をいただきます乙塚町の山田様、豊岡市の小谷様、 ご対応の中、本当にどうもありがとうございます。市町村の身近な業務がデジタル活用によってどう変革をしていくのか、あるいは地域住民の目線で見た場合に、自治体がどうデジタルを通じて、身近なものに、優しいものになっていくのかということに、非常に興味深く楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 北海道は今でもなく非常に面積の広い広大な場所でございます。行政サービス一つにとっても、その広大なところに住まわれているお一人お一人の住民にどうリーチをしていくのかという点で、従来窓口に足を何度も運ぶ。あるいは行政サービスの中身を知る。そういうようなことをデジタルの技術でいかに 身近なものに感じていただくか、あるいはより迅速に、正確にその情報をキャッチをし、行政のサービスを受けられる、あるいは気軽に受けられる、これはもう年齢の若い高齢者問わず、すべての,ものが方がそのサービスを受けられるチャンスになるんではないかというのを思っておりますので、本日は DX を始める方法、あるいは DX で北海道、 あるいはそれぞれの地域をより活かす方法を共に考える時間というふうにしていただければ非常に幸いでございます。ご視聴の皆様、及び開催の関係者各位の皆様、様々な場所からリモートでご参加いただいております。ご参加の、えー、開催に関する皆様にとりまして、遠く離れていましても所属する組織が違っていても、このセミナーが相互に情報を共有して課題を解消する絆という形になりまして、 ますますそれぞれの方、は皆様のご活躍につながることを記念をいたしまして主催者としての挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。えー、それでは、えー、開会にあたりましてコ、えードフォー日本の砂川の方より、えー、本日の趣旨ですとかスケジュールのご説明を差し上げたいと思います。じゃ砂川さんよろしくお願いいたします。 はいああ。皆さん、こんにちは。Code for Japan の砂川と申します。<laughs> それでは私から本日のイベントの趣旨説明をさせていただきたいと思います。今からお話しすることは3つ。まず、Code for Japan というのはどういう団体であるのかっていうところ。まあ、そして、まあ、本イベントの趣旨をご説明させていただいた後に、本日の流れを、えー、ご紹介させていただきたいと思います。 えっとまずですね、Code for Japan という団体の概要についてなんですけども、まあ、こちら、えーと、Code for Japan が毎年一度開催している、まあ、カンファレンスというか、まあ、オフラインのカンファレンス、の集まりのイベントの写真ですね。はい。まあ、こちら2019年に撮影したものなのですが、まあ、今となってはちょっと違和感があるぐらいの密な感じですね。まあ、ここにこの共に考え、共に作るっていうふうにあるんですけども、まあこれら、これがですね、我々が大切にしている価値観みたいなものになりますね。 で、あの、まあ、先ほど申し上げたとおりですね、私、あの、我々が、えっと、ビジョンとして掲げているのが、その、共に考え、共に作る社会というものでして、えっとですね、まあ、その、それを実現するために掲げている、まあ、やるべきこと、ミッションというものが、その、オープンにつながって、まあ、社会をアップデートするっていうところになります。まあ、内容の詳細についてはここでは触れませんが、まあ、次のスライドでもう少し、その、行政に絡めて、我々がどういったことをしているのかっていうことをご説明させていただきます。 先ほどのですね、共に考え、共に作るビジョンをですね、実現するために我々が取っている手法というのがですね、シビックテックと呼ばれるアプローチですね。<laughs> まあ端的に申し上げますと、まあ、今現在多くの、えー、町というか、あのまあ、市町村においてはですね、町の問題とか課題に対してですね、まあ、市民はどちらかといえばこう行政に対して、 解決をお願いして、行政はそれに対して解決策を提供するっていう、まあ、主客が分離した行政移動のモデルが一般的かなというふうには思いますけども、まあ、それに対してシビックテックアプローチっていうのですね。 行政と市民、具体的にはそのエンジニアとかデザイナーの方々、民間企業とか NPO、学生などがですね、一丸となってその社会課題の解決に向けて取り組むっていうような、そういったモデルとなっておりまして、我々としてはそこを推進していくためにですね、研修であるとかイベントを実施さしていただいているという次第になっております。シビックテックアプローチっていうのはですね、あの、まあ、行政が 機動的に動ききれないですね。危機とか災害の時に特に効果を発揮するっていうふうに言われておりまして、まあ、こちらも詳細を省かせていただきますけども、まあ、東京都の新型コロナウイルス改善感染症対策サイトであるとか、まあ、支援情報の検索サイトとか、まあ、アイデアボックスの提供みたいなことを行わせていただいております。 まあ、そしてですね、行政機関に対しての、えーまあ、研修の実施であるとか、まあ、あの受託案件みたいなところで言うと、まあ、あの省庁、都道府県、市町村、まあ、幅広く、えー、お力添えさせていただいているというところがあります。 ま以上がですね、我々の団体紹介でして、次にこの今イベントの趣旨なんですけども、先ほどえっとご挨拶にもあった通りですね、今回のイベントは5月に兵団体が主催させていただいた自治体オンラインセミナーをベースにですね、よりま地域に身近なトピックを取り扱う形での開催ということで、今回全国に先駆けて北海道から始めさせていただいたという,という,うにえ次第であります。でですね、タイトルになる通り、地方自治体の DX をですね、顔の見える職員同士が 連携して進めていくためのきっかけになってほしいなっていうふうに思っているところであります。でですね、現在、総務省から出されている自治体 DX 推進手順書についてで,ですね、各市長がですね、あの、独自性を持って、組織変革を進めていくための,その全体手順書に加えてですね、自治体情報システムの標準化とか共通化、さらにはその自治体の手続きのオンライン化など、対応すべき項目で非常に多岐にわたっているっていうところがあります。つまりですね、めっちゃ やらないといけないいいいいととけが多いっててうのが実態としてありま,すまあこれ、まあ、政令指定都市でも大変なのに、まあ、中核市都市以下、まあ、特にその北海道の,あの、まあ、どちらかと小さい規模の自治体においてやりましょうって言われても結構きついですよねっていうところであったり、まあ、そもそも情報部門があのいろんな兼務してるところも多いっていうところで、まあ、結構お手上げなところもあるのかなっていうのがまあ当然かなというふうに思います、まあ、しかしながらですね あのまあ、北海道だからこそ、まあ、IT っていうものの恩恵というかあの特性を生かしてですねあのじあの時間と空間を超えていくといいますかですねあのうまく活用していくっていうところが求められているのかなというふうに思います。 でその際ですね、その、まあ、我々も DX っていう言葉を誓ってしまうんですけども、まあ、なるべくそのカタカナのよくわかんない言葉っていうよりはですね、まあ、自分たちの言葉で、まあ、その街をどうしていく、まあ、その上でこの IT とかデジタルっていうものをどうやって使うのかっていう、まあ、そこを考えていくっていう、あの本質的なところを考えていくっていうところのきっかけになればなっていうふうに思っておりますし、まあ、その際にはですね、まあ、できるだけオープンに周知を集めていくっていうところが鍵になるかなというふうに思ってます。 私ももともと自治体職員だったということになりまして、まあ、その自治体の視察とか紹介とかっていう形での情報共有っていう文化は非常に助けられた点があります。で今後はですね、その自治体間のレベルだけじゃなくて、まあ、担当者同士の顔の見える、まあ、継続的な関係性の中で、まあ、成功事例だけじゃなくて、まあ、背景とか失敗もオープンに共有していくっていうことが重要になってくるかなというふうになります。 そのためにですね、あの、まあ、北海あ、あの、総務省、北海道総合通信局様であるとか、まあ、北海道庁様であるとか、まあ、我々のような民間団体をうまくその、まあ、ハブというか、うまくつなげるものとして活用していただけたらいいのではないかなというふうに思っております。で、本日の流れなんですけども、 あの、まあ、ここにある通りですね、まずはじめに基調講演の後に、ま、二つの事例紹介を行っていただきまして、ま、その後、お悩み相談室として、ま、事前にお寄せいただいたお悩みであるとか、ま、当日皆さんから、え、お寄せいただける質問に対して答えるコーナーを設けさせていただいております。で,ですね、あの、YouTube ライブあの、皆さんご覧になっていただいているかなと思うんですけども、ぜひ、その登壇者に聞いてみたいことがあるとか、 まあ、あの、お悩み相談、その場であの送ってみたいっていう方がおられましたらですね、ここにある QR コードを読み取っていただくか、Google 検索でこのスライド .com っていうのをえと検索していただいて、あの、ハッシュタグですね、あの80、805218を入力していただいて、まあ、ぜひ質問文は丸丸さんに質問です。ニョロニョロみたいな形で、えっと、入力していただけると幸いです。はい。えっ、ー、と、長くなりましたけども、はい。えっ、ー、と、どうぞ今日ですね、あの、お楽しみ、お楽しみいただけたらなというふうに思います。 はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。それでは、えー、次に、えー、基調講演に移ってまいりたいと思います。えー、福島県西藍津町 CDO の藤井康様より、えー、ご登壇いただきます。皆様、ご質問などはぜひ、こちらのスライドの方にお願いいたします。はい。では、藤井さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。では、30分ほど、えー、お話しさせていただければと思います。 はいえー、自治体の、えっと、デジタルトランスフォーメーションの実践の取り組みについてということで、えっと、今、西会津町でやっていることっていうのをちょっと共有していこうかなというふうに思っております。ででそうですね冒頭からやっぱりちょっと力が入ってというか、硬くなっているので、なるだけ柔らかくいきたいなというふうには思いますので、えー、そうですね肩の力を抜いて、ですね聞いていただければいいかなというふうに思っております。 で自己紹介としては、えー、いろんなものをやっております。今は CDO だったりとか、あとバンダイ新興校舎ですねあの。バンダイ町の校舎、えー、の専務理事であったりとか、えー、コードフォジャパンのフェローであったりとか、えー、といろんなことをまあやっております、えー。バックボーンとしては、えー、どちらかというと民間企業で、えー、と IT、ICT のことをまあやってきたというのが、えー、バックボーンになっておりまして、えー、地域が よりよく、10年後、20年後も、なんかもっと、今よりもっと楽しくなってるみたいなことをやっていきたいなと思っていてですね、いろんな活動を行っております。いろいろ講演しております。今日のお品書きとしては、デジタルトランスフォーメーションをどう捉えて、どう実践しているのかというところですね。 えー、これあの DX とはって言ってもですね、あの人によって言ってることがまあ違うっていうことにまあなりますし、まあ、あの実践もあの場所によっていろいろ違うっていうところはあると思うので、我々がまあどう捉えてどう実践しているのかみたいなところをお話ししたいなというふうに思っております。えー、大体ですね、質問が多い。 あたりをですね、ピックアップしたので、えー、さらにいろいろ聞きたいよということであれば、どんどん質問していただければいいかなというふうに思っております。で、まず外部環境ですね、えっと、コロナという、まあ、黒船が来たと。で、当時、あの、大砲ですね、あの、日本は大筒があったんですけど、大筒ではあの黒船に届かないと、向こうは大砲を持っているというところですね。で、この 今回来たデジタルトランスフォーメーションというのはなんか明治維新にも近いかなというふうに思っております。まあ今合図であの話をしているので、えー、合図地域から、えー、えこういった明治維新について語るというのは、まあ、あの、考え深いものがあるんですが、えー、どちらかというとね、トランスフォーメーションされちゃった側の人が、今度はトランスフォーメーションする側で話をするというのは、まあ、醍醐味かなと思うんですが、結構江戸時代のスタイルではなくいろいろ乗り越えられないかなと。 えー、住民の方にあのデジタルでサービスを提供したとしても、えっ、ー、と、裏側が人力、あの役場の方が実は人がやってますっていうことになると、表がどん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 スピードアップしていくのに、裏はどんどん仕事が増えていくっていう、まあ、悲劇になってしまうので、えー、やはり裏側もですね、 え、同じくデジタル化していかないと、えー、ほんま、気合と根性でなんとかなった時代から、えー、テクノロジーをちゃんと使っていこうという時代への移り変わりなのかなというふうに思っております。で、役場のですね、年齢構成比も変わっている。 かと思います。私もいろいろ自治体回りますが、えっと、回るときに必ず役場の年齢構成費のデータをくださいという形でいただきます。そうするとですね、大体右側の逆三角形もしくはワイングラス構造をしています。 それこそね、あの30年前、40年前っていうのは、う綺麗なピラミッドをしていて、上の方が言ったことっていうのを、下がまあ十分に動けるっていう状態にあったんですが、今だと、上は結構多いんですけど、えっと、若者とか入ってきた人たち、まああの、総務省とかでもそうだと思うんですけど、若者がどんどん役場から辞めていくみたいなこともあると思うんですが、えっと、ここに結構負荷がかかっているというのが現状としてあるかなというふうに思ってます。 Yeah. <laughs> 弱点となる層ですねこの辺の層を助けるっていうことがまず一つ大事だなと、外部環境としては大事だなと思っております。で、この層にはですね、未来を作る仕事をしてもらう必要があるので、えー、と仕事の仕方ですね、えー、と昔の仕事の仕方をここにしてもらうというよりは、えー、ここのやりたい、やれるような、あのやりやすいような仕事の仕方みたいなことを上が支えるっていう姿でないと、えー、なかなか理想的い。 ソースがそもそもも足りりななないい中で難しくっっててる,るのかなという,ふうに思っておりますこれが、まあ、今世の中に起こっている変化、これも変え難い変化というふうに捉えております。で、その中でデジタルトランスフォーメーションとはというところです。これ、長ったらしくこれ、計算書のやつですね、あ,のありますけど、端的に言うとユーザー視点に立ち働き方改革を行うことかなというふうに思います。 えー、この業務の ICT 化とデジタルトランスフォーメーションの違いというのはよく言われるので、えっ、ー、と、ここをちょっとまとめてみましたというとこです。えっ、ー、と、左側、これが業務の ICT 化の方ですね。どちらかというと、紙と鉛筆でやってきた手続きを ICT に置き換えたこの線のとこですね。が、え、業務の ICT 化だったかなと思います。 で、担当しているのが、えっと、総務部にある情報を司る部署が、この ICT 化を担当するっていうのが、まあ、組織体制だったかなというふうに思います。まあ、象徴的なのは、まあ紙、紙エクセルみたいな形で、まあ、印刷を前提とした資料ですね、を役場内で使うっていうのは、やっぱり紙と鉛筆っていうのが、紙と鉛筆でやってきたのをどう,こう再現するかっていうのが、あの、結構大きかったかなというふうには思っています。 一方あの、デジタルトランスフォーメーションというのは全体的です。えー、もう横断的ですね。組織も横断するし、えー、と仕事の運用とか、えーと、組織とかも見直してですね、えー、一般で使われている便利な道具を活用し解決を図る取り組みです。えー、解決するのは、えー、と将来的な地域の課題ですねあの。担い手不足であったりとか、えー、そうですね、あの人口減少であったり、まあ あの、たくさんの課題があると思うんですが、そういった課題をどう、えー、直していくのか。えー、役場の中も仕事がたくさんで全然辞められないものがたくさんあるとか、えっ、ー、と、そういったものですね。そういったものを、えっ、ー、と、ガサッと、まあ、解決していこうというのが、えー、デジタルトランスフォーメーションというふうに考えております。まあ、働き方改革ですね。で、道具の一つがデジタルというハサミであって、えー、デジタルを使うことが目的にはなっていませんというのが、まあ、ポイントかなというふうに思っております。 でよくですねあのデジタルとかスマートシティとかっていう、そうですよね。で、今回もですね、デジタルちょっとよく分かんないから、ちょっと受講してみようっていう方であったりとか、えー、とスマートシティちょっと分かんないからっていう方いらっしゃると思うんですけど、これ、デジタルとかスマートシティっていうのは道具なので、これ、一旦ハサミに置き換えてみるっていうのは結構分かりやすいので、えー、と置き換えてみますと。で、例えば、ハサミとか、あの例えば、政治家の方が、ハサミだ、ハサミ科だって言ったとしても、 はてなって思うのと同じで、えー、といくらまあデジタルっていうのを訴えてもまあ伝わらないっていうのが、えー、と現実というか、まあ、言葉かなというふうに思っています。なので、えー、と何のためにハサミを使うのかっていう方が、えー、大事です。えー、西合津町ではやりやすくて、ね、既にこの何のためにっていうのがありました。えー、西合津町町づくり基本条例というのがありまして、 これはの市町村合併の時に地域自立宣言みたいな形でやったものが基本となっているんですが主役は町民、町民参加、情報の共有、共同、男女共同参画、今だとインクルージョンになると思いますがこういったビジョンを実現するためにデジタル技術を活用するというものがあったので私も CDO として入りやすかったかなというふうに思っています。 なので、あの、皆様の街のビジョン、哲学は何ですかっていうのを、えっ、ー、と、今一度、えー、思い直してもらいたいなと思っています。それを達成するためのツールが、まあ、DX であるというところです。よくあの、えー、私もあの、いろんなところからのデジタル化したいんですけど、どうしたらいいでしょうかとか、スマートシティになりたいんですけど、どうし、 しってい,い,いう話があるんですけど、まあ、ハサミに置き換えると、あのハサミになりたいんですけど、どうしたらいいでしょうかとか、ハサミやりたいんですけどって言われても、我々はちょっとど,どうしようもないというところがありますので、えー、町のビジョン、哲学っていうのをもう一度、えー、町の中で共有、えー、いただいて、それを達成するために道具を使うんだっていう、まあ、認識を持っていただければいいかなというふうに思っています。 実践ですで。これをどんどん実践していくんですが、えっと、実践には権限が必要になります。えこれまでみたいに、えっと、情報部門がですね、えっと、いろんなことをやろうとしても、他の課になかなか影響力というのは出せないですし、 え、働き方を改革しようとかっていうのが情報部門でできることではないので、西合津町の場合はデジタル戦略推進本部というのを設置して、町長の直下に CDO がおります。で、万代町の場合はデジタル変革戦略室というのを設置して、副町長の直下に CDO がいます。 で、これがあのちょっと余談なんですが、えー、この CDO の下に CDO 補佐官っていうのがあるんですが、えっ、ー、と、ここにあの、現役の政府 CIO 補佐官の方にも入っていただいております。えー、こういった形で、首都圏におられる方が、こういった戦略室に入って、えー、もらうことが可能になっています。というのも、ま、e a m s であったりとか、えっ、ー、と、Zoom であったりとか、えっ、ー、と、デジタル機器を活用することによって、 で離れた人も街の仕事ができるっていう状態を街が用意しているからえっとそのようなことができます。ですので、えー、これあのよく街から人が出てくとなんかネガティブな、えー、イメージあるかと思うんですがえっとデジタルでえっと仕事が回ってくるとえっと全国に散らばった出身者の方々ですねをに仕事を担ってもらうっていうことが可能になってきてるというところです。 ですので、えっと、万代町とかだと、ふるさと納税とか、えっと、そういったものがですね、えっと、一挙に飛躍して何、何十倍っていう形で飛躍したりですね、えっと、そういったプロフェッショナルな力を、えっと、町で使える、えー。今、担い手不足が、えっと、深刻だと言われている時代で、こういったツールによって、そこに住んでいない方も担い手として取り込むことが、まあ、可能になっているっていうのが、えー、面白いことの一つかなというふうに思います。で次は実践の順番です。えー、業務量調査ですね。 AI とか RPA とか BPR ありますが、いきなり治療しないっていうのは、えっと、大事かなと思います。これは、あの、札幌市の道安さんからですね、えっと、会津地域広域の講演をしていただいて、教えていただいたことです。えー、病気でもですね、ちゃんと健康診断をして、精密検査をして、手術やリハビリっていう形で、打ち手に行くと思います。もし、なんか、病院に行っていきなり手術されると、結構、 ね、あの、まあ、緊急事態なのかもしれないですけど、すごい怖いですよね。えっと、普通お医者さんは、手術するにせよ、えー、ちゃんと検査をして、精密検査をして、手術をするかと思います。ですので、えー、こういった日常の業務に関しても、えー、この順番でやっていこうというものですね。あの、まずは健康診断、業務量調査をして、精密検査、ヒアリングなどをやって、じゃあ打ち手はどうなのかというところです。 まあちゃんとデータを取ることっていうのがデジタル活用ですごくまあ大事だなと。なんか内手のことが結構言われるんですが、えー、とこういったデータを取ることっていうのが実はすごく大事かなというふうに思っております。えー、と言いますのも、えー えー、愛知地域だと、愛知地方振興局13市町村の広域で、全体で、えっと、業務調査をやっております。これあの、1市町村で健康診断をやってもですね、何が健康なのか、何が不健康なのかってちょっとわからないんですけど、これをえ13自治体でやると、なんかこの自治体はものすごい時間かかっていて、この自治体はすごく簡単にやってると。で、その簡単にやってる運用を真似するだけで、えっと、時間が減るんであれば、えー IT ののツールを入れななくくてても業務改善といいいいううはできていくかなというふうに思いますこういうのはデータというか物差しがみんな揃ってるから比較が可能なのであって、こういったデータが取れてないとなかなかそういった交換、技術の交換みたいなことができないのでデータっていうのがすごく大事になってくるかなというふうに思っています。でこういったデータを使って業務の調査をやって でどういう健康な状態を地域に目指していくのかというと結局さっきのビジョンですね健康な状態というのは町民が主役な状態というのは健康町民が参加できている情報が共有できている共同インクルージョンができているという状態を目指すためにこういった業務の調査を実施してこれに関係しないところですねのノンコア業務と言われているようなものをちゃんとこういったコア業務に振り分けられるように え、考えましょうというのが、えっと、業務量調査の、え、できることの一つです。はい。で、ここまでで,ですね、IC、T、的な AI だったりとか、センサーの知識が必要かというと、そうでもないと思います。え、こういったビジョンをちゃんと持ってですね、今の業務量がどうなっているのかっていうのを、え、役場の中の状況を判断、え、判断できるような情報を集めてですね、それを整理していくっていう仕事なので、え、 特別な ICT のスキルっていうのは、ここまではあんまり必要ないかなと思います。これ、誰がやるのかっていうのは、やっぱり現場かなというふうに思っております。で、我々の、えっと、こういった専門家として入りますけど、こういったところが土台としてないと、まあ、なかなかやりづらいところもあるので、えっと、ここは、えっと、現場でやっていただくというのが、すごく大事なことになるかなというふうに思います。で、次は実践の足回りです。 えっと、車を走らせるためには、えっと、ビジョンや哲学ということで、基本条例があります。で、メーターですね。車のメーターに関しては、えー、業務の調査、地方振興局、これも、まあ、あの、県、主導による広域での業務の調査を実施しています。で、もう一つは、えー、足場ですね。現場ですね。えっ、ー、と、我々のこう、13自治体回って、町長も副町長も、ぜひデジタル化やってほしいと。 なんかやりたいことたくさんあって、えっと、現場に言うんだけど、現場からはもう忙しくてできませんって言われてしまうという話があって、ああ、なるほど、なるほど、というので、やろうっていう話になるんですが、これをいざ、じゃあ現場と一緒にやろうってなると、えっと、強烈な、こう、なんていうか、反対みたいなものもあってですね、あのなかなか進まないみたいなところが、えっと、現実としてあるかなと思っています。で、そういった時にですね、えっと、デジタルツールをちゃんと活用して効率化する、えー、 今までまあ仕事がまあいっぱいあるので削除するとか削除して削って、空いたところに新しい仕事を入れるっていうような、当たり前のことではあるんですが、そういったことを地道に現場と一緒にやっていくみたいなことが必要になってくるかなというふうに思っております。で、こうやってですね、こういう足回り、いろんなコミュニケーションの仕方っていうのが、だんだん変わってきていますと。 いうとこですで。既存の足回りとデジタル自体の足回りの比較をちょっとしたいんですが、えー、こんなちょっと表にまとめてみましたと、えー。上が同期型というリアルタイムですね。実際に会って同じ時間を共有するっていうのが同期型です。えー、っと、すごくまあ大事な時間ではあるんですが、えー、っと、打ち合わせとかですね。役場内は打ち合わせをします。地域だと祭りとかイベントとかっていう、まあ、リアルタイムのものがあるかなというふうに思います。今までは割とここ、 を主に仕事をしてきたかなというふうに思うんですが、だんだん、えー、オンラインも広がってきてというのでしたが、えーと、広がってきたかなと思います。で、えー、問題は非同期型です。えー、と時間があるときに対応できるという仕事のやり方です。で、これがまあ我々の IT 側のですね、えー、と方がまあワーケーションという形でいろんなところで仕事ができる理由は、この非同期型で仕事ができるから、まあ、いろんな場所で仕事ができるというものです。 ですので、えー、だんだんこう、そうですね、同期型もそうなんですけど、非同期型の仕事の仕方っていうのも増やしていくっていうのが、足回りとしては大事かな、まあ、スピードを上げていくためには大事かなというふうには思っております。で、これまでの足回りは同期型で一方向だったんですが、これからの足回りは非同期型が含まれ、双方向になりますというところです。 なんかこう聞くとですね、なんかすごい時代が大きく変わるんだな、みたいな、あのイメージがあるかなと思うんですが、えっと、実はこの変化ができてないのは、まあ、世界の中でも、ま、日本なんだろうなというところです。というのも、我々は IT 業界にいて、あの、非同期型で双方向のっていうのは、あの、Web2.0 って言われてた、あのすごい懐かしい言葉なんですけど、で、議論されてた文脈になります。えっと、だいたい2005年です。ですので、えっと、よくあの、 今回のコロナでも、えっ、ー、と、日本は世界に向けてだいぶデジタル配線、まあ、国になったという話があって、結構何年遅れてるんだみたいな話が出るんですが、個人的には多分2005年からなんで、えっ、ー、と、15年遅れているというふうにも考えています。で、15年遅れてるんですけど、えっ、ー、と、日本は古来からですね、明治維新からもそうなんですが、あの、キャッチアップする能力が異常に高いっていうのが、まあ、この国の特徴でもあ,りあるので、えっ、ー、と、今から、えっ、ー、と、こう、キャッチアップしてですね、 逆にまた世界に発信していくような仕事の仕方がどんどんできていくようになるんじゃないかなという期待感を持っております。ただ、ちょっと Web2.0 についていくつか振り返りたいんですけど、ユーザー参加型、ユーザーの手によって自由に情報の分類配置を行うことができます。これ YouTube とかですね。で、今までだと自治体が住んでいる方、住民の方にサービスを提供するっていう一方向だったんですけど、 えっと、Web2.0 の考え方で言うと、えっと、住民同士が、えっと、お互いに助け合うっていう形を作っていくっていうところです。そのためにデジタルツールを使うみたいなことですね。例えば、声の小さなユーザーのニーズに応えるロングテールっていうのは Amazon がやってることですけど、えっと、声の大きなものだけ取り揃えると、売り上げは立つんですけど、Amazon の場合はネットなので、えっと、ニッチなものも取り揃えることによって、もう一つの大きな山を作ることができると。 いうような、えっと、デジタルツールで、まあ、大成功したわけなんですが、これからの行政というのは、えー、大きな声、あの声の大きな20%だけではなく、ニッチな80%、声なき人の声を拾っていかないといけないというのが、これからの時代になるかなと。そういう時にデジタルツールというのは、えっと、すごく使える。 えーコードフォージャパンでやっているようなディシジムという合意形成プラットフォームっていうのもこういった声を拾う仕組みの一つだなというふうに思っております。他にもオープンな技術とか、えー、とそういった非動機型とかあるんですが、えっ、ー、とこういったことっていうのを早急にキャッチアップしてですね、えー、まあ仕事をちょっと楽にしてですね、あの住民に向かう時間を増やしていくっていうようなことができるんじゃないかなというふうに思っております。 ですので、えっと、このオンラインとかは増えてきてると思うんですが、えっと、プロジェクト管理ツールを使って、えー、できるようになると、さっき言ったような、日本中に散らばった出身者に仕事をしてもらう副業人材も、ジョインが可能になってくるかなというふうに思っています。まあ、同期型、非同期型、たくさんのツールが、まあ、ありますというとこです。えー、っと、あいずと、柳あいずがスラック。 バンダイマチチームズみたいな形でどんどんこういったツールを使ってですね今この時点で役場の中にどんだけのプロジェクトがあってどういうやり取りがされていてどこまで進んでいるのかっていうのが大体見えるようになってきてるっていうような状況かなというふうに思っております。 で、テクノロジーによって、これ、コミュニケーションチャンネルが増加したっていうのがあります。えっ、ー、と、一番左が、まあ、ピラミッド型なので、今まではチャンネル数1とか2とかっていう形の、えー、部下が2人いればチャンネル数2ですね。部下が多ければ多いほどチャンネル数が多いみたいな感じなんですけど、これがどんどん今、あの、複雑になってきて、チャンネル数が多くなってきましたと。で、真ん中の16個のチャンネルみたいなことになった時に、両端の人が話してるときっていうのは、真ん中の方に情報が来ないので、 えっと、これがよく言う役場の中である、俺が、俺は聞いてないよ現象みたいなことが起き,起きちゃうんですが、ここを複数のコミュニケーションチャンネルを管理できるようなツールを入れると、こういったコミュニケーションに関しても把握することが可能になってくると。えっと、ピラミッドの時は情報が上がってくる時代だったんですが、えっと、今は情報を取りに行く時代になっているので、こういったツールっていうのがどんどん活用されていってると。まあ、ピラミッド構造からマネテット構造になっているので、まあ、管理職の仕事っていうのもどんどん 変わってきているというところです。これがなんかあの難しい変化かなと思われるかもしれないんですけど。まあ、民間の企業ですね。ict 系の企業とかいろんなところだとまあ、こういった仕事のやり方っていうのはまあ日常的に行われているので、まあ、これに合わせていこうというようなものです。まずは一般の企業が使っているツールをまあ仕事でちゃんと使うっていうのがまあすごく大事かなというところではあります。 でちなみにですね、これの、えーと、会津若松さんがロゴチャット使っていて、チャットツール使っていかがですかと、それまでね、ICT ツール使ってなかったあの部署の総務の方に聞いてみたんですけど、聞いたらも超便利ですとあの。市長や副市長とか決裁者が使っているので、現場も助かってますというようなところですね。なんか防災の担当とかでも、今までと夜中に、ね、電話したりなんだりとかってやってたやつがですね、えー、とものすごく、ま、あの簡単になったというところで、えー、といろいろまあ助かっていたり、えー、します。 で最後にですね、時間的にもあれかな、なんですけど、えっと、意識改革はどうしたらいいのかという質問をよくえっとされます。えっと、先週もあの九州に行ってきて、あの、話をしてきたんですが、多かった質問というのは、これですね、えっと、DX、あの、すごい大変というか、あの、働き方改革、もう、行革に近いみたいなことは分かったと。 だけど、これってずーっと今まで何年も何年もやってきたのにもかかわらず、えっ、ー、と、なかなか進んでないと。これは DX だけじゃなくて、えっ、ー、と、いろんなことでこういった意識改革っていうのは、まあ、進んでいないと。で、これどうしたらいいのかという,う質問もよく、えー、受けます。で、えっ、ー、と、我々の場合はというか、えぇ、ー、このコッターのチェンジマネジメント8つのステップというのをやっています。 えまずあの、社内の危機意識を高める、変革推進チームを結成する、変革に必要なビジョンや戦略をかけている、ビジョンを社内で周知徹底する、社員の自発的行動を促す環境を作っていく、短期的な成果を実現する、さらに変革を進める、変革を企業に根付かせるというまあステップがあるんですが、え、ー これはもうね、経大学院とか行かれた方だと、まあ、ある意味、まあ、定石ですね。本当にもう定石を愚直に一個一個やっていくしか、まずはないのかな、というふうに思っております。ですので、えっと、社内の危機意識を高める。これに関しては、あの、なんていうんですかね、あの、 我々もそうなんですけど、データを取る人口が将来10年後、20年後どうなるのかっていうのを見るだけですね、まあ、危機意識っていうのは生まれるんじゃないかなというふうに思っています。えー、と各集落でですね、ちょっとワークショップ的にやったと、やったきにですね、えっ、ー、と、ほぼなんかあの、若者が今は、えっ、ー、と、100名弱なんですけど、えーと、20年後には20何人とかっていう集落があったりするんですね。 もう想像を絶しますよねっていうところです。そういうのっ、えー、おそらくここだけではなく、全国の自治体で、えー、とそういう集落、まあ、消滅していく集落っていうのがたくさんあるというふうに思います。えー、そういったデータをもとにして、えー、危機意識を持ってもらう。これ、多分目、目を背けてるというか、というところは結構大きいと思うんですが、えー、このままで本当に大丈夫なんでしたっけみたいなことを、えー、もう一度考え直す。 ここの危機意識を高める。これがないと、そもそも次のステップいけないので、えーと、ここが重要かなというふうに思っております。で、次は社内推進、変革推進チームを結成するということで、西アズはデジタル戦略推進本部を設立しましたと。 で、変革に必要なビジョンや戦略っていうのは元々あの、基本条例があります。で、これは、あの、CDO として私が立って、新たな目標を立て、立ててもですね、えっ、ー、と、まあ、民主的に選ばれたものでもないですし、えっ、ー、と、新たな目標を立ててもっていうところがありますので、えっ、ー、と、議会もちゃんと承認された、えっ、ー、と、ビジョンや戦略があるので、これを実現するためにテクノロジーを使いましょうというところです。で、ビジョンを社内で周知徹底する。これ意外に、あの、こういった 目指すべき方向性あるんですけど、えー、注視しててされてなくてで、これを繰り返し繰り返し言うっていうのがすごく大事かなとで。次は自発的行動を促す環境づくりということで、えっと、西会津町も電車戦略を作ったんですが、これは、えー、企画情報の、えー、課長補佐の佐藤さんが、えー、自分で作ったものです。やっぱりこう、戦略とかですね、えっと、結構、あの、番台町で、あの、 面白い話があったんですけど、えー、コンサルの方に戦略をちょっとお願いしたところ、海がないバンダイ町なのに、あの、海産物の六字化っていうのが書いてあってですね、あの、これはもう、あれだな、参照するとまずいぞっていうところで、えー、っと、全部書き直したっていう話があるんですが、えー、ここは本当、デジタルでデジュエシアがよくわかんないっていうのに逃げるのではなくて、えー、ここはもう、 自分たちで作っていく。それをサポートするのが専門的な我々という立ち位置で作っていくというのはすごく大事かなというふうに思います。その下っていうのは本当に短期的なこういったチャットツールを使ったりとか、プロジェクト管理ツールを使うと、すごい便利とかという声が若手の方から結構上がってくるので、こういったものを積み重ねていくというのが大事な意識変革、改革に大事な順番かなというふうに思っております。 で人口減少は結構待ったなしですね。えー、と生産年齢人口、えーと、西アイズでもここ50年で5分の1になると、平成2年から令和22年の、えー、と人口の推計、えー、見ると,、えー、とそうなりますと、えー。そうなるんですけど、今よりいい時代を令和22年に迎えるためには何をすればいいのかっていうのが大事です。えー、とデジタルになることが大事なのではなくて、えー、こういった未来 がほぼ確定した未来ですよね。しかもコロナによって出生率っていうのは下がっているので、えっと、これよりもっと下にえっと触れると思います。えー、その時代においても今より良い時代になっている。そのためには今何をしないといけないかっていうような取り組みが、まあ、デジタルトランスフォーメーションの、えー、がなのかなというところですで。結構いろいろ言いましたが、やっていることは一つです。 えっと、広域で、あの、一つの市町村ではもうどうしようもないので、えー、広域で、えっ、ー、と、共通言語を作って、えー、未来を作っていく。えー、対立、こう、大体こう、い、隣同士の市町村は仲が悪いとか。 県と市が仲が悪いみたいな、この永遠のループみたいな対立みたいなのがあります。行政と住民はなんか対立するみたいなことがあって、すごい対立あるんですけど、これは高度経済成長時代は結構こう対立してでもですね、世の中はどんどんこう前に走ってたんですけど、えー、そこが、そうですね、あのー、 経済がだんだんこう縮小してきてというか、まあ、成熟してきてる中では、こういった対立してるこう暇がないというか、そこに避ける力っていうのがなくなってきてるので、この力っていうのをちょっと上向かせる。の情報によってちょっと先の未来を見せてあげるとか、えっと、データで定量的に見せてあげるとかいう形で、ちょっと皆さんのこの対立の軸を上に上振る。かける力は一緒なんだけど、 えっと、合わさるようなところに赤い点を置いて、えー、地域だったり、えっ、ー、と、県、市、えー、広域であったりが一緒にやっていくみたいな、えっ、ー、と、未来をや、作っていかないと、えー、これまで通りのリソース、これまで通りのお金の配分とかでは、えー、到底、解決不可能な課題っていうのが、まあ、目の前にあるんじゃないかなというふうに思っております。 で、道具はあのデジタルだけではなくて、他にもやらないといけないことはたくさんあります。たくさんあるんですが、えー、最低限、まあ、世界と同じぐらいですね、のレベルまで持ってかないと、えー、と競争力、まあ、世界的な競争力もまあついていかないのかなというふうに思っています。 えっと、自分があのカナダにいた時代は、えっと、十何年前ですけど、ソーシャルインシュランスナンバーと、え講座というのが紐づいていたので、税金の問題とかも日本に帰ってきたら取り過ぎてたごめんって帰ってきてますし、えっと、学校も、えっと、宿題っていうのはそういうふうに出てますし、え決済業務ですね。あの、学校になんか給食費渡すみたいなことはなくて、え講座で直接学校とやっていたり、これはもう十何年前の話ですね。えこれが未だに日本でできてないっていうのは、 えー、まあ、有識時代だと思いますので、まあ、早く世界とキャッチアップして、まあ、次の時代に行ってですね、こういった、あの、小さな自治体、ここは人口6000人ぐらいの、えっと、小さな自治体ですが、え、すごい楽しい、え、地域になるっていうことをみんなで信じてですね、え、力を合わせて、え、取り組んでいきたいなというふうに思っております。え、私の方からは以上になります。ありがとうございました。 はい、藤井さん、ありがとうございます。いまし,たはい、しゃべりきりました。論 <laughs> 点すべてほとんど網羅いただいてるんじゃないかという感じもしましたが、スライド、皆さんあの、ご質問ありがとうございます。すごくたくさん寄せていただいておりますが、スタッ川さん、どうしましょう、この,上,の上からでいいんじゃないですかね。 えと広域連携共同でっていう話が最後の方にありましたが、はいうん、一番上ですね、藤井さんがおっしゃるようなことは、職場で全て私一人がやるものとして押し付けられていますと。いや、本当そうですよ。<laughs> 無理ですよ。<laughs> <laughs> はい、どんなにはそんな実態がたくさんありそうですが、どこからどう着手すればいい、うん、全く分かりません。どうしたんでしょうかもうすごい、実そうで正直、<laughs> ららね、いや、本当そうだと思いますね。はい、そうだと思います。はい。で、えっと、我々がなんかどういうふうに進めたかっていうところ はですねえっとそういう意味では、あ町長、えー、とか回ったんですね。あので、聞くと、あのやらないといけないっていうのは、首長も分かっているが、どうしたらいいか分からないっていうあの状態なんだなというのは、すごく感じ ましたなので、あの、もう、任せてくださいみたいな感じで、あの、とりあえずもう、あのー、そうですね、信頼を得る形でやるしかなかったんですね。で、コロナで結構近々も迫ってたんで、えー、業務の調査とかもなんとかばーってやったんですけど、えー、担当、一担当でやろうとなると結構大変なので、これは、あの、本当に同調さんであったりとか、えっと、 そうですね、例えば地域情報アドバイザー的に町長々に直接言うタイミングを作っていただくとか、えっと、上側の方である程度やっぱりあの、えー、合意形成が取れてないと,、えー、っと進められないものなので、えーまあ、とにかくそこをちょっと打ち込んでいくために、まあ、我々も活用していただければいいかなというふうにまあ思っています。で長々とととかかいろんんななころと話してみるとなんか薄々なんか 必要だとは思っていたが、蓋をしていたみたいな、あの、なんかそういうのがデジタル化の一つ。わかんないから、とりあえず蓋をしていたみたいなところがあると思うので、えっと、そういったところで、えっと、こういったなんか専門家として、えっと、我々が派遣して、えっと、説得をするっていうのは仕事の一つだと思うんで、えっと、振ってもらえればな。山形さんですね。あの、北海道山形さんとかいるので、えっと、そういう意味では、あの、いろんな方ですね、動ける人がいるので、えっと、そういった方々にどんどんこう入っていただいて、えー、そこはちょっと焚きつける必要があるなというふうには思っています。 うんありがとうございます。そこともつながると思うんですけど、はい、まあそういった横のつながりっていうのがね、あの、うん、すごくできてるような感じを受けましたけども、あ,はいうん、あのご質問ありますが、業界と横のつながりって一体どうやって作っていけばいいんでしょうかう、うんうん。ああそうですよね。ねそうですよね。あのこの時にあの調査とか副調査と,と話した時に、あのやっぱりあいつもそうなんです。あの独自治体も一人とか二人っていう担当で何とかやろうとして。 われわれが説明すると、あ無理なのが分かったと、でなので困ったと、えなので広域で、えっと、まとまってやっていきましょうという、まあ、あの路線になったというのが、えっとえー、実際の流れになってますね。で、ご紹介。まず町長に一人じゃ無理なんだなっていうのを理解してもらうところんですね、うん 蝶々も,もそういうふうに言えたっていうのは結構救われた面もあるのかもしれないですよね。そ,そうですね。あのー、ここはあの、今回、えっと、蝶々回った時とかも、実はあの、県庁がついてきてくれてたんです。あの、自分と県庁の、ンンえっと、いわゆる振興局長が一緒についてきてくれていて、で、えっと、県も責任持ってここはフォローするんで、えっと、なんていうのかな、あの、信じてついてきてくださいっていうような、あの、 男前な感じが。男前ですね。はい。なるほど。なので、そこは結構大きかったですね。大きいですね。あの、ご質問にも来ている通り、あの、県とのつながり、県の巻き込みはどうされていったのかというような、北海道でも悩みが深いようですが、そういった取り組みだった経緯というのはどうすかそうですね。県も困ってたっていうところがあると思います。あの、というのも、 えっと、今でもそうなんですけど、オンラインとかやると、えっと、県が一番落ちるんです。あの、あのインフラが貧 <laughs> 弱だから。あの、いわゆるあの、あそ,ね、そっちに投資してなかったからっていう感じなんです。で、えっと、なんですけど、あの、なんていうのかな。もう、そう言ってられなくなったっていうところですね。あの、そこが結構大きいと思います。あの、県として取り組まざるを、 えっと、得なかったっていうのが、あのー、現実で、えぇ、ー、ちょっと待って、ね、あの、自治体側からの動きに県が乗ってきたのでしょうか。あ、これは、あの、県主導です。あのー、そうそうはい、県主導です。で、あのー、 新興局長と私もこう話をしてて、そのデジタル化をしないといけないっていうところで、あの、じゃあ一緒にもう町長、副町長回っていきましょうっていうことで、えっ、ー、と言っていただいて、えっ、ー、と全部回って、えっ、ー、と説得して回ったっていうのが、えー、去年の何月、それこそ今頃ですかね、あのー、に、あの回っていたっていうのが、えっ、ー、と去年です。で、北海道は、あ、そうですね、あの、これ結構そうですね、あの、どこと一緒にやるのかっていうのは結構大事なことだとは思います。 あのー、会津地域はその13市町村っていうのはもともと会津は一つみたいなことをやりたくてですね、えー、といろんな連携自体はもともとは知っ,っ、ね、知ってたんですねしてたんですけどなかなか現実に至らなかったっていうのがまあ,あってですねでなのでまあ下地としてはあったかなというふうには思いますあのただなんですけどある町長さんにあの小池でやりましょうよっていう話をしたときにいやもう前から会津は一つでやろうって言うんだけど あの、全然うまくいかないんだよって、なんか、一つじゃなくて、一つ一つになっちゃったんだよって、あの、蝶々がおっしゃってたんですね。で、それの我々の回答して、としては、えっと、これからの時代は、一人一人ですよって、あの、もっと分散します。あの、えっと、市町村単位じゃないです。一<ー>人一人をどうフォローするかっていう時代になってくるので、じゃあ、その一人一人を、えっと、こう、広域でフォローしていきましょうよっていうのが、まあ、あるべき姿で、一つになりましょうよっていうのは、 えっと、ちょっとなんていうかなあの前の時代の考え方で、えっとえー、一人一人をどうあのフォローしていくかにしましょうっていう、まあ、話をしているので、えっと、バラバラなのはし、まあ、仕方ないし、えっとえー、でデジタルとかそういう共通化できるところは一緒にやらないとメリットが全然ないので一個一個バラバラに作ってるとメリット何何もないので,なのでそ,うそういったところが、まあ、理解いただけたかなという,ふうには思っています。 うん、ありがとうございます、まあ、そこの中でもちょっとフォローされてたかと思うんですが町、うんまあ、長々に戦略室を作ってもらうまあ組長さんに腹くくってもらうにはみたいなとこ、ね、その中でもこの企画の佐藤さんっていう話が出てきてた気がするんですけど藤井、うんうん、さんを呼ばれたというか、うん、その座組のときは。 そうですね。えっと、街に呼ばれてですね。まあ、あ本当町長があのデジタル化、まあ、将来を生き残っていくためにはデジタル化が必要だということで、えっと、いただいたところがあるので、まあ、あ本当トップのリーダーシップってすごく大事ですね。 あの、今回、町長選あったんです、西合津で、町長には、デジタル訴えても、票取れませんよって言って、あの、<laughs> えー、言ってたんです。高齢化率50%パー超えてますし、ここも、えー。そこでデジタルって言っても、って言って,言ってたんですけど、でも結構ね、あの、本当、選挙活動でも、もう生き残りなんだと、これからは、ということで、えっと、まあ、票が取れなくても、もうこれをやっていくっていうのは、政治生命かけていくっていう形で、えっ、ー、と、言っていただいたので、西合津町はだいぶあ、私もやりやすくなったかなと。で、お隣の万代町、 に関しては、えっと、これ言っていいのかあれですけどとにかくあの今財政というか全国の自治体の財政ってやばいじゃないですか。やばいけどみんなあの選挙に受かるためにうまく言わないと次が受かんないからあとうまく言ってあの一般財源が削られていくっていう構造になってるんですけど万代町の町長はも、えっともと星野リゾートに行って、まあ、再建のプロでもあるので。えっと そういったあの痛みを伴う改革っていうのをバンダイ町はやってます。なので給与カットもやってますし、えっと、こういったあの、公民館とかなんとかの再編成とかもやってます。でその中で、えっと、デジタル化っていう未来を見据えた、えっと、筋肉質な体質にしていく中での武器としてのデジタルをやってるっていうのがバンダイ町の、えー、取り組みになってまして、えー、そういう意味では、あの、 ある意味も待ったなしなんだけど、それに踏み込めるかどうかっていうのは、本当に、あの、大きな、将来的には大きな差になってくるのかなというふうには思っています。あ、で、そっか、占領宿舎を作ってもらうにはどうしてもらうかっていうのは、あの、説得に行きますっていう <laughs>。あの、多分ね、下から言っても無理なんですもんねっていう、多分。あ、言ってもらうのは当然言ってもらった方がいいんですけど、 本当、えっと、してお返しなおかえ、ここはもう言っていくしかないかなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。他にもたくさんご質問いただいているんですが、ちょっと時間の関係で、えーと、この辺りで一旦切らせていただきます。後ろのお悩み相談室で拾えそうでしたら、はい、拾っていきたいと思います。ぜひぜひはい、はい、では、藤井さんどうもありがとうございました。ありがとうございいましたいまはい それではえ続きまして市町村の事例紹介にここから移っていきたいと思います。はい、北海道音戸郡町総務情報システム課情報システム係長の山田和弘様よりここからはお願いしたいと思います。はい、山田さんよろしくお願いします。北海道音戸郡町山田様におかれましては、冒頭危機の不具合により 音声が途切れておりますこのためコードフォージャパンより補足説明をさせていただきます音ふ町は北海道東部十勝平野のほぼ中央にあり南は十勝川を隔てて帯広市に面しております十勝川のほとりには十勝川温泉がありこの温泉は 世界でも珍しいモール植物性温泉として広く知られております山田様は音とふ町はもちろんのこと北海道内自治体の情報化を推進する協議会にも所属されておりますそれでは本編をご覧くださいえーとどうでしょうかね音声 もうちょっと良くなりましたあ、良かった、えー。そうしましたら、えー、ちょっと、えー、再開いたします。まあ、本題はこの辺からなんで、ギリギリ間に合ったかもしれないです。大変申し訳ございませんでした。えー、マイクを切り替えました。えっ、ー、と、去年の1月くらいに、 えー、同調がですね、あの、霞が関に呼ばれて、なんかこんなような、ここにあるようなことをですね、えー、言われたらしいということで、えー、まあなんかちょっと考えてみようかなというふうに、えー、思ったのが、まあこの、えー、今から1年半くらい前の、えー、ことです。で、えー、いくつか思い当たるところで、えー、児童手当の現況届、 えー、これはどうかなというふうに、えー、思いました。まあこれ毎年必要ですし、オンラインに抵抗がない世代だし、えー、これもう一層のこと携帯で写メ撮ってもいいんじゃないかなみたいなふうにも、えー、思いました。で、それを子供福祉課の方にですね、えー、こんな話あんだけどどうだろうねなんていうことで、えー、持っていったところ、まあ、コロナのこともあってですね、あの接触を減らしていく対策っていうものを えー、考えなきゃいけないなと思っていたとか、えー、まあ、それまでの対面で受け取って添付書類をチェックしてとか、えー、そういうところを、えっと、変えたいなというふうにも、えー、思っていたということですので、えー、まあ、いくつかですね、あのー、子供福祉課とこの後ですね、あのー、会話をするように、えー、しました。 で、えー、まあ、マイナンバーで情報連携することで、添付書類っていうものは、あの、まあ、保険証とかですね、そういったものは省略できるということですので、まあ、カウンターに箱を置いといて、まあ、そこに持ってきた方については、そこに入れてもらうようにすればいいですよね、と。で、まあ、スマホからャメでパシャって取ってですね、まあ、そもそもこっちから送った書類を出してもらうっていうフローですので、えー、まあ、郵便が、 郵便で届いてもそのまま受理するわけですから、別にそれだっていいよねとか、えー、まあもともと、まあそういう仕組みをやる上でもですね、いろん、障害学習の分野やなんかでは、まあ講座の申し込みとか、あと、まあ、えー、母子、母子健康、母子保険、そういった分野では、パパママ教室とか、えー、そういったものをですね、あの、オンラインの申し込み、フォーム作って受けるっていうのは、 これまでもやっておりましたので、えー、まあ、それを真似してですね、まあ、やってみましょうか、ということで、えー、やってみたところです。で、カウンターにはこんな感じでですね、えー、まあ、持参された方については、えー、箱に入れて、えー、それで終わりというふうに、えー、するようにいたしました。えー、コピー用紙の箱なんで、ちょっと、えー、横が、 銘柄そのまま出ちゃってますけど、まあ、来年はですね、ちょっと紙貼ろうかなんていう話をしてたんですが、どうやら児童手当の現況届け自体は今年度限りという話になっているらしくですね、えーまあ、この箱は今年度いっぱいでもう終わっちゃいそうな、もう出てくる場面がないのかもしれないなっていう話をしております。 で、これがウェブでの受付なんですけれども、これは、ど内の自治体で、まあ、120くらいですけれども、まあ、以前よりずっと共同で運用してきているシステムをそのまま使っております。で、現況届のフォームを作って、これはですね、この項目は4項目だけです。 そもそもこっちから送ってるものを出してもらう。先ほど申し上げましたけども、えー、そういったものですので、えーまあ、いろんな項目を入力させる意味ってないよねっていうことです。えー、最低限だけ入れてもらって、最後、金を届けは、えー、写真を撮って送信してもらえばそれでいいでしょうという感じで、えー、やってみました。 で、そしたらですね、これ、昨年度と今年度の状況なんですけども、あの、署名付きのオンライン申請が、えー、今年度29件きまして、えー、まあ社名でっていうのも477件ということで、えー、これ合わせたら500件を超えまして、全体のまあ2割弱ということで、まあこれ6月中が提出期間ですから、えー、まあ6月の平日が22日だったんで、 まあ割り返してみると、1日あたり23件、これぐらいの方々は、まあ来庁せずに、まあ用を足すことができたというふうにえ考えられるのかなというふうに思っております。まあ当然、その、こちらから郵送するときも、オンラインに誘導するようなですね、チラシを工夫して作ってやって来なくていいですよっていうものをアピールしております。で、これについては、添付書類をちゃんと省略する 情報提供ネットワークシステムを介して紹介するんだっていうところをまあきちっと、えー、運用するまあそこがベースにあったからできたんだろうなというふうに、えー、思っております。で、担当から話を聞くとですね、あのお客さんが来るたびに席を立つっていうことをしなくてよくなったんでデスクワークの時間がきちっと確保できましたということで えー、ああ、そういうことだったのか、というふうに、あの、今更ながらですね、えー、情報紹介なんてこっちがめんどくさいだけだべや、みたいなふうに思ってたんですけど、実はそうじゃなかったんだな、っていうところを、えー、気づかされた、えー、6月、えー、1 0んもう8月ですね、えー。そういったことに気づかされたのが、えー、今年の6月でした。 で、えー、その後ですね、えー、コロナのワクチン接種の関係やなんか、これはうちで言うと保健センターっていうところですけども、えー、そこでもですね、基礎疾患をする方からの優先接種っていうところをどうやって受け付けようかって話があったときに、えー、これ使ってやってみたらどうっていう話を、えー、しました。これは名寄市さんがすで、えー、に作っていたフォームをですね、えー、コピーするっていう機能がついておりまして、 えー、他の団体に対しても公開していれば、えー、フォームを丸ごとコピーできちゃいます。で、その機能を使って、えー、コピーしてあげたらですね、えー、あとは、うちに合わせてちょこちょこっと直すだけだったので、えー、担当者の負担はすごく少なくですね、えー、始めることができました。で、まあ、これに味を占めてですね、え、ワクチンロスゼロバンクとかっていうのも、え、いつの間にか、あの、始めてました。 で、えー、成人式、えー、今のところですね、8月14日開催の予定ということで、えー、考えてはいるようなんですけれども、えー、それについてもですね、えーまあ、今回は事前の参加申し込みを取るというような考えがあるようでして、これもいつの間にかですね、あのー、やってました。で、えーと、これはうちでやってみたことをちょっと、えー 歴史したんですけれども、えーまあ、ちょっとですね、えー、考えてみようということで、ここからいくつか道内の事例、まあうちも含めてなんですけども、事例をちょっと紹介してみたいと思います。で、これうちです。えー、去年結構大騒ぎしたやつで、例のですね、ファイバー事業、光ファイバー事業の関係です。 で、先ほどの申し込み書っていうペーパーベースのものもあったんですけども、えー、ウェブでの利用申し込みフォームっていうのも併用しておりました。で、どんなふうにしてたのかななんていうことが気になったんで、えー、見てみようとしたんですけど、すでに停止状態だったんで、担当のところに行ってですね、えー、まあ、ここにあるようなですね、やり取りをしました。結局ですね、申し込み、期限過ぎてても申し込みたい人出てきたら受けるんですよね。で、受けるんだけど、 連絡来たら、用紙が役場にある前提で、物事を、まあ残念ながら、え組み立てていたと。で、やっぱりこれも、発想の前提っていうのが、まあ用事ある人、役場来ればいいしょっていうところがですね、えあったんだなというふうにえ感じました。決してこれは私、対面を否定するつもりはないんですけど、まあこの発想だったんだなという事例です。で、え次の事例なんですけども、 これも道内のとある市なんですが、えー、予防接種の予約を、えー、ウェブ予約を、とりあえず見送ってたということなんですが、えー、見送ってた理由がですね、まあ、インターネットできない人もいるんだから、不公平になるでしょう、みたいな、えー、そういうちょっと、声のでかい人が、あの、いたのかもしれないです。えー、ま、結果はどうだったかというと、電話が殺到して、えー、ま、運がいい人しかつながらないような状態になってしまって、 え、まあ、市役所も大変なことになって大炎上でしたと。で、もう急遽、方針を転換して、ウェブ予約をすることにして、えー、消火活動に勤しんだという事例です。で、じゃあ、その、インターネットできない人もいるんだから不公平だという意見があったとのことだったんですが、果たしてこれって、 運がいい人しか電話つながらないのが公平だったんですかねっていうところを、えー、私たちは考えてみなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。どうしてもそのほんの一握りのですね、マイナス要素を大きく扱ってしまって、大きな集団の利益とか利便性っていうものを損なってしまう場面っていうのが、えー、時として私たちはあるっていうところが、あの、これはどこの自治体においても、あの、存在するんじゃないかなというふうに強く思いました。 で、これ最後の事例です。ええー、まあちょっと言葉はあまり綺麗じゃないですけど、ええー、ウェブ予約をするかっていうような打ち合わせをしている中で、ええー、うちの町のジジババにネットなんかできるわけないと。ええー、こんなような、ええー、発言がというか、あったらしいです。で、ええー、まあただですね、 いやそんなわけにいかないでしょうということで、絶対必要だよということで、ウェブ予約をきちっと、きちっとというか、ウェブ予約を実施した結果ですね、75歳以上の方をターゲットにした期間においても、4分の1がウェブ予約だったということです。これはもう数字としてこういう結果が現れたということです。 で、えーまあ、時間もそろそろなんで、ちょっとまとめに入ってまいりたいと思うんですけども、あの、オンライン化の進展っていうのは、ちょっと私たちにとっては、あの、あまり本意ではなかったのかもしれないですけど、コロナっていうのが激薬としてですね、作用して、えー、進展した、大きく進んだっていう面は、あの、これは否めないなというふうに思っております。で、えー、来春以降、あの、 同じ職場に、私たちの職場にですね、入ってくる、えー、若い人たちっていうのは、もう学生生活はもうオンラインっていうのが、えー、オンラインがほとんどでしたみたいな人たちがもう続々と入ってくるのかもしれないです。で、その人たちから見たときには、やっぱりその今現在の私たちの、えー、常識っていうところが、もうはてなまくいっぱい頭の中に並んじゃうのかもしれないっていうふうにも、あの、思ってます。ただ、 今までオンライン化を進めようとしたときにありがちだった、いや、そんなのやったってどうせね、何使う人いないから、みたいな、そういう言葉のまあ説得力というか、納得感というか、そういうものはもう失われちゃってんじゃないかな、というふうにえ感じるように私も、あの、なってきました。で、え、まあ、そんなですね、規制概念とか、固定概念で、住民の 使える手段っていうものを果たして決めてしまっていいんだろうか。先ほどの事例にあったような、悪しき公平性の追求になってしまってはいないのかなっていうところを、えー、ちょっと考えてみる必要あるのかなというふうに思います。まあ、ワクチンの予約もそうですけど、自分でできなければ、自分の子供か孫に頼んだりとかですね、するんですね、皆さん。で、えー、それは別に同じ街の中に住んでなくていいわけですし、ウェブってもうそもそも えー、まあ、長座会とか関係ないですし、距離とかも関係ないですし、えー、時間も関係ないですし、えー、もうそういったものを超越してしまっているんで、であれば、えー、まあ、おじいちゃんおばあちゃんからですね、頼まれた人の手間がかかんないように、それを受けるこっち側の手間もかかんないような形でですね、えー、サービス、住民サービスというものを提供していく必要があるのかなというふうに、えー、考えます。 で、これは今日200人以上の方が見られてるかもしれないですけども、まあ、ウェブショッピングとかですね、親から頼まれて代わりにポチってやったみたいな、そんな経験結構皆さん多いんじゃないかなっていうふうにあります。思います。で、それって予防接種と,と同じだったんだなぁなんていうふうに、あのー、思いました。ウェブショッピングと予防接種の違いって一体何だったんだろうと。これって実は一緒だったんじゃないのかなって。そんなのやったって誰も使わないよみたいな。 えそんな話っていうのは最初から成り立たないものだったんじゃないかななんていうふうに感じているところです。で、えー、まあ、コロナをきっかけにしてですね、えー、私たちが今まで抱いてた常識っていうのは結構崩れちゃったんだなっていうふうに思いますんで、えー、まあ DX ってどういうふうにしていったらいいんだろうみたいな上ではですね、まあどんなサービスを私たちは 住民に対して提供していくか、こういう視点で考えてみるっていうのも、あの、一つじゃないかなと思います。これが全てとは、えー、私も今の時点ではわかんないですけど、こういうのも一つなんじゃないかなというふうに、えー、考えております。で、えー、まああの、今日の話のテーマの一つでもあるんですけど、まあいろいろ私、えこうやって物事考えたりとか、えー、してる上ではですね、やっぱりその、自治体の垣根を越えてですね、 一緒に考えたりしてる、まあ、仲間とか、えー、職場の仲間とか、こういった人たちがいないと、えー、一人の頭の中で考えたってですね、こんなのできっこないってさっきの話にもありましたけど、本当にその通りなんだな、というふうに、えー、思っております。ということで、時間ちょっと、えー、途中、まごついちゃったもんですから、えー、オーバーしちゃいましたけど、えー、私の おー、方からのですね、えー、ちょっと駆け足感もありましたけど、事例の紹介というところは、えー、これにて、えー、おしまいというふうに、えー、したいと思います。ありがとうございました。で、なんか。はい、ありがとうございます。えー ちょっと前半音声途切れてしまったので、えっと、こちらはちょっと再録して、あの、またアップロードするようにしたいと思いますの、ね、で、皆さん、はい、あの、ご心配なさらず YouTube ライブ見ていらっしゃる皆様、はい。また再録してお知らせします。はい。すいません、失礼しました。いい。 はい。後半復活してよかったです。素敵の,、ね、のリカバリーでした。素敵リカバリーでした。<laughs> よかったです。はい、<laughs> はい。えっと、それでは、えっと、55分ぐらいまでですかね。ちょっとあまり時間がないんですが、えっと、スライドのせつ質問を拾っていきたいと思います。えっと、一番上に結構、<laughs> <laughs> <laughs> 確信<な><れ>の、なんでしょうかね、北海道においては、の質問が上がっていますが、はい。 市町村では DX に前向きに取り組んでいると思うのですが、道長は旧態依然としているような感じがするという質問が上がっています。どう感じていらっしゃいますかというご質問です。すみません。かなりぐさっと来てるんですけど、<laughs> <laughs> あのー、同感です。<laughs> あの 結構ですね、あの、まあ、DX に前向きにっていう、まあ、市町村と、あの、都道府県との違いっていうのは、やっぱり私たちは、あの、直接町に住んでいる人、住んでいる町民の方、住民の方と日々接するんですけど、都道府県はなかなか、その、まあ、例えば生活保護とか、 税の方とかですね。そういった部門は、あの、まあ、比較的濃密かもしれないですけども、大多数の職員の方っていうのは、直接住民と接するとかっていう機会が少ないんだろうと思うんですね。どうしてもその、まあ、国と市町村の間に挟まれた仕事をずっとやってきてるっていうのがありますんで、えー、まあ、それがやっぱり、その、こういうね、あの、 やっぱり変えていかなきゃいけない住民サービスのあり方も考えていかなきゃいけないというふうに市町村は思っているにもかかわらずそ,のそこがなかなか意識の共有がしづらいというかわれわれからするともどかしく感じてしまうというのはやっぱりそこの住民との距離感がやっぱりあるのかななんていうふうに思っています。まあい どうで、あんま同調さんとのコミュニケーションもあると思いますが、あの、横同士での、あの、コミュニケーション、つながりというのも大事なのかなと思いますが、2点目の質問ですね。えー、道内の自治体さんの担当との横のつながりはあるんでしょうかと、山田さんは。どうやってその信頼関係を作られたんでしょうかというようなところが上がっています。いかがでしょうかえっと、横のつながりはですね、あの、幸いなことに、あの、まあ、私を、 あの、巻き込んでくれる仲間がいてですね。えー、まあ、一番活発になったのは、例のそのギガスクールの関係でですね、あの、文科省の方が、ね、学校の関係のギガスクールの、あれ、きっかけでですね、あの、これそのまんま、あの、ほっといたらまずいよね、みたいな、そういった危機感を持った人たちが、まあ、何人か集まってですね、 まああのメッセンジャー上でグループ作ってですね、えー、まあどうしていこうかみたいな、まあそれが発端でした。なんで、えー、まあ作ったっていうか巻き込まれていろいろみんなでやってるうちに信頼関係ができていったというか、えー、そんな感じかなと<ー>、えー。あとは、まあ最近だったらリアルで会ってっていうのは難しいんで、まあたまにズームで飲んで愚痴をこぼすとかですね、そういうのも大事かななんて。 思ったりします。何人ぐらいで集まってるんですかその愚痴を言い合ってるっていうのは。0人ちょっとくらいですかね。それは割とこう物理的に近い人たちです。それとも道内も点在している感じなんですか?。何百キロも離れてますね。あなるほど。はい。端からから。まあ、やっぱり。その。ウェブは。その。ね。 空間を超えるっていうのは、そういうところにもあるのかもしれないですね。うん、なるほど。うーん。北海道ならではのその距離感、ちょっとびっくりしつつも、IT を使ってのやっぱ連携ですね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね。と、ちょっと時間が押している関係で。 今回、こちらの質問で、はい、えっ、ー、と、ちょっと終了とさせて、うんえー、いただきます。はい。すいません。ちょっとしま、振り置きれなかったしし質問申し訳ないです。はい。ちょっと後ろで拾いきれればと思います。はい。じゃあ、山田さん、えー、どうもありがとうございました。すいません。はい。失礼しま、はい、した。はい、しいえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。 それでは引き続きまして、自治事例紹介ということで、兵庫県豊岡市情報推進課、IC 推進係、小谷真央様から次はお話をいただきたいと思います。小谷さん、ご準備大丈夫でしょうか。あはい。はい、それでは、よろしくお願いいたします。はい、えー。スライドの方は出ますでしょうか。 はいいありがとうございます、えー、それではあの私の方からは、えー、IT に全く縁のなかった僕でも楽しく DX 推進ができている10の理由という、えー、ちょっとふざけたようなタイトルですけども、あの発表の方をさせていただきたいと思います。うん、はいで本日なんですけどまず自己紹介をしたいと思います。 えー、私はあの昨年度あの豊岡市役所に入りました2年目の職員でございまして、えー、それまでは大阪に4年間住んでましたでそこでは民間企業であの働いていまして、まあ、あの百貨店とか駅に並んでいるお弁当に使う、えー、お弁当容器の営業をしている営業マンでしたですのであの IT の業界では全くなくてですね あの私自身もエクセルはそんなに得意な方ではなくて、Vlook とかギリギリできるかなというぐらいのレベルになります。で学生時代も地域コミュニティの研究とかすごい文系でございまして、まあ、デジタルよりもどちらかというとアナログの、アナログな世界の方が好きというような私です。まあ、であのタイトルにもあった通り IT に全く縁のない私だったんですけども、 あの市役所への転職があの決まった時にあに、事前にこう人事課に電話をするとあの、配属先を教えてくれるというあの制度というかありまして、で私あの、採用試験の時はあは、移住政策とか、まちづくりについてやりたいですということをずっと言ってたので、そういう部署なのかなと思いきや。 あの、総務部の情報推進課 ICT 推進係ですということで DX の推進をしてくださいというふうにいきなり言われました。で、まあ ICT とか DX ってそれ専門的な人がやるんじゃないのっていうことですごい不安に思ったりですとか、まあ、そもそも DX って何なんだろうという、あの DX という言葉は聞いたことあったのかもしれないんですけども DX って何なんだろうっていう状態から スタートすることになりました、まあ、そんな IT に全く縁のなかった私なんですけども、えー、今ではあのだんだんと楽しく DX 推進に関わることができるようになってまして今日は ICT 推進係の業務を紹介しながらその理由についてちょっと考えてみたいなと思ってますまず豊岡市の紹介なんですけども、えー、豊岡市は兵庫県の北部にありまして人口8万人の えー、都市地方都市になります兵庫県というとよく皆さんこう神戸ですかとかそういうと言われるんですけども全然都会の方ではなくてすごい田舎の自治体になります、まあ、自然が大変豊かなところであのコウノトリ、えー、天然記念物のコウノトリの野生復帰事業を長年してきましたで古い町並みも残ってまして城崎温泉っていうあの関西では有名なあの旅館街があったりですとか えー、こ,こ田島地,地方の、えー、小京都と言われている、えー、伊豆市というところには城下町の、えー、風情が残っています。で、右下の写真が、あの、伊豆市の、えー、写真になるんですけども、えー、っと、実はこの伊豆市地域には時計台がありまして、あの、実は、あの、6月の話な、今年の6月の話なんですけども、あの、札幌の、えー、時計台、 有名な時計台とどちらが最古の時計台なのかという実は論争があったようでしてであの終止符が打たれたというニュースが飛び込んできました。で結果から言うと27日、えー、早くあの札幌の方が動いていたで、まあ、遅く伊豆市の方が動いていたというところが決ま,り決まったようでして、まあ、あの残念ではあったんですけども、まあ、そんな北海道、まあ、札幌とつながりのある 豊岡市でございますで。そんな豊岡市に昨年4月、ICT の活用を推進する部署を新設するということで ICT 推進係ができまして、私の方はそちらに配属になりました。今、上司の山内の方と2人でこの係の方をやっておりますし、業格担当部署の方とは、えー、とスマートワークラボという、えー、プロジェクトで町内のが業務改善をやっているところです。 また、豊岡市の方は、トヨ,トヨタモ,リモビリティ基金さんの方と、豊岡スマートコミュニティ推進機構という組織をやっておりまして、そちらの方は、そ、えっと、の非効率をテクノロジーでカバーして、フラットにつながり支え合えるスマートコミュニティの実現というビジョンのもと、様々なプロジェクトをやっております。で私が配属になった ICT 推進係の取り組みを少し紹介させていただきます。 ICT 推進係、あの、ICT のガバナンスであるとか、ICT の活用っていうところを主になっていまして、業界担当部署の方とは業務改善に取り組んでおります。本日はこの3つについて紹介させていただくんですけども、えっ、ー、と、昨年は皆さんそうだったと思うんですけども、新型コロナウイルスの対応でなかなか、あの、手が回らないところがありまして、DX の活動っていうのは今年になってから少しずつ、あの、 活動ができるようになってきた状況です。まず初めに BPR プロトタイピング研修というのを今年の1月から始めています。こちらはあの、トヨタモビリティ基金さんの方の協力も得ながらやっております。まあ、BPR というのは皆さんご存知の通りだと思うんですけども、業務の根本的な見直しからプロトタイピング、 そして実装に向けた活動をやっていく研修になりまして、実際豊岡市はデジタルの活用って全く進んでいなかった分野なので、それを実際に体験する機会でもありました。1月から2月の2ヶ月間で全4回の工程を組んでいただきまして、すでに TSC の取り組みで市役所の方に来られていた Code for Japan の えー、東さん、砂川さんの方に講師を務めていただきましたで農林水産科、えー、教育総務科、健康増進科で先ほどの時計来のある伊豆市というところの振興局の地域振興課の、えー、4課に参加いただきましてこのようなテーマで BPR の方を進めていきましたで実際にあの現状課題となっている、えー、業務について業務フローを 書いてみてみあるべき姿にどのように向けていけるのかだったりとか、えー、実際に時間とコストの面でどのようなメリットが出るのか検討したりですとか、えー、あとは ICT のツールを使って業務効率化できるんじゃないかということを検討したりとか、まあ、そういうような流れになってますで今日は農林水産課の事例を少しだけ紹介させていただきます、えー、農林水産課の方が選んだのは、えー、有害長寿の対策業務ということで えーまあ、豊岡市は兵庫県内でもかなり鹿やイノシシの、えー、被害というのが多い地域になっておりまして、えーまあ、その捕獲の確認と捕獲情報の把握というのがかなり件数が多いこともあって煩雑化していましたでプロセスの方も見てみますと漁師、えー、さんが、えー、獲物を取りますとそ,のそれぞれ1頭ずつ申請書類と写真 あと、私もかなりびっくりしたんですけども、えーと、実際の尻尾を市役所に持ってきて提出してもらっているという状況がありまして、かなり、かなりあのアナログな、えー、と業務工程になってまして、Excel に手入力をずっとしているような状況でした。でえー、職員の方では、まあまあ、この時代、まあ、スマホみんな持ってるんだから、実際現場で 物が取れたときに、その場から簡単に申請を上げたらいいんじゃないかっていうところで、キントーンのツールを使いまして、職員自ら、まあ、業務フローの見直しもそうですけど、ツールの活用までをプロトタイピングしていきました。キントーンでデータベースの管理の仕組みまで考えてくれた事例です。他にも、その、 はい、あの、時計台のある寿の方は、えー、区長さんとのやり取りを、えー、スマホでできるような仕組みを考えたり、これも私と同期の新卒の職員があの一生懸命均等音を触って作ってくれましたし、えー、教育総務課の方は、えー、学校の修繕のやり取りをあの今まで電話とかメール、あるいは現場に見に行ったりとかっていうところでやってたんですけども、えー、ギガスクールで、えー Google Workspace の環境が既にあの整備されていた教育委員会だったので、そのえ Google Workspace 上でやり取りができる仕組みを考えたりですとか、で最後の健康増進課の方は、保健師さんが、まあ、実際に地域に出て市民の方と、えー、話をする、えー健康につ、健康相談を受けるなんかが本来の業務だと思うんですけど、なかなか事務作業に追われて外に出れないという状況があったので、その改善の仕組みを考えて、 ましたで実際、あの、今、新型コロナワクチンの、えー、集団接種業務が始まるタイミングでも、保健師さんが実際に、えー、ワークフローを書いて、えー、ボトルネックはどこかっていうとこだったりとか、ICT の活用の余地ってありますかということを、えー、私たちに相談してくれた事例につながりました。でこれらの v p r の取り組みは、えー 実際,あの実際発表会を行いまして、かなり多くの職員が、まあ、オンラインも含めてですけども参加してくれました。で伊豆市の振興局は、えー、と b p r の取り組みを実際に寸劇で自分たちで区長さん役とか演じながら楽しく発表してくれました。で私もあの市役所の業務も全く経験がなくて ICT のリテラシーも全く ない状況で参加したんですけども、えー、実際業務改善のモチベーションっていうのは原価の方に、えー、眠っているなというところが身をもって体感できましたし、えー、原価の職員の方も意外とあの業務改善って楽しいものなんだなとか自分たちでもやってみようっていう流れにつながってきています。私自身もわ分からないからこう運営に徹するというよりは、あの自分も実はあの IT の知識なんか全然なくて、一緒にやりませんかっていうような形で、今回の BPR にさん、3、えー、携わることができましたし、えー、意外とそういうあの目線が同じなんですよということを伝えると、あの相談なんかに、えー、気軽にあの来てもらえるようになったのかなと思っています。 b p r の取り組み、紹介させていただきましたけれども、これをもう少しあの市役所の中でもあの情報を広げたいなというところで、ランチセミナーを開催することになりました。で昼休みのえ仕事のヒント、もぐもぐ会という、えー、ランチセミナーを3月から始めておりまして、えー、と月に1回あの、Zoom を使った配信を、えー、市役所の中でやっています。 で過去のテーマはモダンエクセルを活用しようということで、エクセルの新しい機能を紹介する会ですとか、先ほどの BPR の取り組みを、えー、発表会のレビューを見ていただいたりとか、あさっての8月5日に第6回がありまして、こちらの方は豊岡市データ地図100連発ということで、まあ、ユニークなタイトルも付けながら誰もが入ってもらえるような緩い会にしたいと思ってやっています。 でお昼時なので皆さん、あの喋ることがなかなかできないので、参考になるような動画を、えー、見るだけです。まあ、ただ、毎回 2, 2、30人の、えー、と職員の方が入ってくださってまして、えー、前回からは周辺の自治体の情報担当者の方にも、えー、協議会を通じて、えー、と周知していただきまして、えー、周辺の自治体の方も、まあ、入ってもらえる体制を作っています。 で私は BPR なんかで感じた DX の面白さっていうのを他の職員にも知ってほしいという気持ちで、えー、このモグモグ会をやっています。でえー、と次にツール活用の支援なんですけども、えーまあ、モグモグ会なんかで情報発信を町内にしていますと、えーまあ、モグモグ会を見たっていう人も中にはいるんですけど、そういう情報推進に あの、相談してみようかっていう相談の、えー、案件が少しずつ出てきています。今後、キントーンですとかタブローっていうような新しいツールも、えー、8月から使うようになるので、わ、えー、からない、えー、ことっていうのをに対して自分たちも支援したいんですけども、そこもやっぱり一緒になって手を動かしながら、わからないことはみんなでググりましょうということで、で実際に現場の、えー、担当者の方に もやってもらえるような体制でやっていきたいなと考えているところです。で少し最後に番外編なんですけども、あの、私の方が、豊岡市のシビックテックの活動を、まあ、これも去年から始まったところなんですけども、こちらに参加していまして、神経鼓動塾というコミュニティに入っています。でここではまあ最新のツール、まあ、市役所ではなかなか 現状では使えないような AI ツールとか、えー、グラフィックレコーディングの回を、えー、企画したりとか、まあ、新しいあの実験の番になってまして、えっと、市民目線で DX をやってみる回になっています。はいえー、と少しあの駆け足であの紹介させていただいたんですけども、えー、今回のテーマであるあの10の理由について、最後、紹介して終わ,り終わろうと思います。 でえー、ここで皆さんに訂正がありまして、えー、DX 推進ができる10の理由ということでテーマの方先にご提出させていただいたんですけどもあの現状8個しか <laughs> あのない状態ですあの先ほどコッ,コッターのチェンジマネジメント8つのステップっていう話が藤井さんの方からありましたけどコッターにはチェンジマインド8つのステップということで あのお願いいいしたいと思います9番、10番は今後の役所人生の中で見つけたいと思います。はい、えー、っとポイントの方がまあ3つぐらいあるなと思っていまして、まずあの私が素人だから楽しく DX 推進ができているというところがあると思っています。これは、えーまあ、素人だから分かるというところが実際あると思いまして、まあ、IT に詳しくないからこそ、えーまあ デジタルが苦手な職員の気持ちがよくわかるというところがあります。もし、あの、IT リテラシーが高い人ばかりが集まった環境だと、まあ、私もそうですし、えー、BPR に参加してくれたような、えー、現下の職員というのは、安心して DX に関わることができないんだろうな、というふうに思っています。二つ目に仲間を作るから楽しく DX 推進ができているというところがありまして、 もぐもぐ会で情報発信をしていると、業務改善の文脈では、ま出会わなかった職員の方と DX について、あの話ができたりとか、すでに DX に取り組んでいる自治体の方と情報交換する楽しみも生まれつつありますで。仲間がいるっていうところで気軽に相談ができたりとか、新たな取り組みに盛り上がりが生まれたりとかっていう、まあ、良い流れができてきているような気がします。 最後3つ目にシビックテックもあるというところで、シビックテックの話も少ししましたけども、神経行動塾っていうコミュニティでは、市役所の職員も参加しますし、民間の方とか大学生、高校生っていうところも徐々に入ってくれるようになってきておりまして、あの市役所以外でも DX、まあ、市民の目線で DX する機会があるということで、まあ、新しい視点だったりとか、 市民の方が実際何を求めているのかっていうのを知ることができる機会になってきています。で冒頭、DX って何っていう状態で私 ICT 推進係に入ったっていう話をしたんですけどもえまあ今も問われるとな何かっていうのははっきり言葉にできないところがありますただその結局は人の話なんだろうなということはだんだんと分かってきました。 で、専門的な知識を備えた職員だけいれば推進できるものではないんだろうなっていうことが、この1年半で分かりましたし。し実際に働いている現場の職員の気持ちをまあ無視してというか押し付けてやろうとしてもま bpr とかすごくうまくいかなかったんだろうなと思っております。で、着実に進めていく部分っていうのはもちろん必要なんですけどもまあ、今回のセミナーのテーマでもある。職員関連系というところにも。 つながるのかなと思うんですけど、まあ、いかに職員の関われる余地をえ増やしたりだとか、DX へのハードルを低くするっていうことがえ大切なんじゃないかと、まあ、今思うようになりました。まあ、今後、私もまあどんどんスキルとか経験は積んでいきたいんですけども、まあ、今のまあ素人の心というか <laughs>、今の気持ちをまあ大切にして、今後も DX の方、関わっていきたいと思っています。えー、私からの発表は以上になります。 ご清聴ありがとうございました。まさかの十の理由が。ないんかいっていうね。八 <laughs> 回っ。八百ですね。<laughs> すごい気になって聞いてますけれど。<laughs> はい、ありがとうございます。でも、なんか等身大のお話がすごく、あの。<laughs> 刺さった方も多いんじゃないかなというふうに感じました。はい。それでは、またスライドの質問をさらっていきたいと思います。皆さん、またたくさんありがとうございます。はい。もぐもぐ会への,あの反応がすごいたくさん来ていますね。はいも。もぐもぐ会いいですね。ということで。はい。これあの、職員ボトムアップのノライブエンプレートとしてられてるんですかっていうところをまずご質問がありました。 そうですね、一応、係の取り組みにはなってますけど、まあ、ボトム、そうですね、あの、BPR なんか終わった段階で、まあど、どうやったら、この取り組みを、まあ、その、市役所の中の人に知ってもらえるかなっていうところから、始まっていますね、はい。緊張されてるんですね。<laughs> <laughs> ちなみにコンテンツはどうやって考えてるんですか、はい、小谷さんが考えてるんですかっていうような質問もありました。そうですね私と女子の山内と話をする中でなんとなくその場の雰囲気というか、まあ、1回目はなんかエクセルとかとっつきやすいところから入った方がいいんじゃないかなっていう話だったりそのうち BPR の発表会があったのでそれを。 シェアすればいいんじゃないかなとか、ちょっとそのままの本当にノリでやっている感じですね。はいうのもすごく次回のも気になりますが、これ、ちなみに県内の方は参加できたりするものなんですか、ちょっと参加したいですっていうご質問も、あの反応もいただいておりますが、あれなのかな、すぐ回答できない。<の> <laughs> <laughs> あんまりちゃくあのズンでやってるのであんまりあれですね<お>はい100人超えるとダメですね確かにそう,そうですね <laughs> 100人超えるとダメですあの入ってる方もはいあのいらっしゃったりとかしますのであの外部の方もですねはい録画して公開したいんじゃないですかじゃあこんな感じで <laughs> <laughs> あ,あそうですいいですねはい。 じゃあちょっとぜひその <laughs> <laughs> ここで決めちゃっていいんでしょうか <laughs> <laughs> はい、い山口さんはいいんじゃないですかはい。ん。本当にも, <laughs> ものというか、ズームで配信してるだけなんで、あのどこの自治体でもあの明日からでもできることだと思うんで、はい、ぜひ真似してパクってください。おお、なるほど。ありがとうございます。はい。 まあ、もぐもぐ会の取り組みも、おすごい興味深いですが、えー町そうですね、町外との連携っていう意味では、兵庫県との連携についてもご質問が上がってますね、周辺自治体との連携もあるようですが、兵庫県も連携しているのでしょうか、というところですねそうですね、兵庫県さんの方とも、あの一緒になって取り組んでいるところっていうのはありまして、まあ、実はその、えー、神戸市さんに、あの 個別さんとかすごい先進的な取り組みをすでに DX されてる自治体さんなんですけども、あのー、そこに視察に行ったりとか芦屋市の方もつないでもらって一緒に BPR 研修に入ってもらったりとかっていうところが実はありまして、まあ、そういうところでも兵庫県の担当の方はひと、あのーまあ、つなぎのところですとか実際に BPR も入ってくれたの、まあ、割となんかこう一体感持ってやってるところが。 実はありまして、はい、かなり相談もしやすい担当の方ではあるので、はい、一緒に進めている感じですね、うん、はい。あ、そうなんですね。ちなみにいつからそういった連携は始まっているんですか、あ、もしご存じでしたら。そうですね。まあ、ただ昨年度 ICT 推進学会ができたところなので、でそこからあの、まあ、砂川さん、オードフォーさんとのつながりも徐々にあの。 えー、先ほどトヨタさんとの連携の話も少ししましたけど、そういうところから始まったのは始まりましたね。はい。はい。ありがとうございます。事務文書のやつ聞いてみたいですね。そうですね。うん、ぜひ。えー、あ、須永さんちょっといい、はい、読み始ましう、はい。あの事務文書の中にその端末システム維持管理みたいな、まあ通常上質がやるべき仕事がなかったように見えた。 まあ、ICT 推進係とは別な部署が担当されているのでしょうかという質問、ねうん、何人ぐらいの組織、はい、いわゆる上司として何人ぐらいいるのかというところも含めてそうですね,ですねあの私と上司の山内含めまして情報推進会8に所属しておりまして<う> ICT 推進係の、えー、ともう一つあの情報管理係というのがありましてシステムの維持管理なんかはそちらの方がメインでやってますので。 そうですね。あの割と集中的にこう何て言うんですか、DX なり ICT の活用というところにリソースが避けるような体制ではあるのかなと思います。うんうんうん。あ、そうなんですね。ちなみにその組織っていう意味では、その ICT 部門と業核の部門がえっ、ー、と今連携してあのグループ設置のところなんですが、すすはい。はい そのような決済ルートで進められているのでしょうというご質問もありました。決済ルートですか。ファルート。なんかちょっとど,どう答えていいかはわからないんですけども、そうですね。あの協、えっと合議みたいなことなんですかね。合みたいな形ですかね。はい。まあ最終副市長の方のあの判決をもらうような形。 のの決裁が多いいかなと思っていますそういう意味ではあれです確か副市長の肝入り的な感じで、この ICT 推進係の設置されそういですね、あ<の>確かあのなるほどね、はい <laughs> あ。そういった経緯もあるんですね。なるほど。ありがとうございます。砂川さん、いかがでしょう、気になった質問。そうですね。 まああのそんな聞くことも特にないんですけども <laughs> <laughs> ないんです <laughs> あ今た楽しいですかやっててそうですねなんかこういろんな楽しみポイントって DX にあるような、うん、DX の中にあるような気がしてましてその若手職員の話も先ほどあの 事例の中でであったんですけども、まあ、いろんな入り口というか、まあ、キントーンとかタブローみたいなツールから入ったりとか、サービスデザインっていう、まあ、ちょっとデザイン、仕組みをデザインしてみましょうみたいな言い方もできると思いますし、まあ、なんかすごい、まあ、実際、ご家庭はなんでこんなことを市役所はやってるんだろうって、もしかしたら思ってる子たちもいると思うんですけど、そういうところに響く入り口っていうのもあると思うんで、私はなんかそういうところを見ながら、 あの自分も楽しんでますし、なんかそういう話が若手に触れないかなっていうのも考えるのは楽しいっていう感じです。はい、はい、ありがとうございます。本当に小谷さんはなんだろうな、この地味ながらこう楽しんでるっていう感じがすごく伝わってきて、なんか <laughs> あの喋り口はねあの淡々としてらっしゃるんですけど。はい。<laughs> はい <laughs> あの何、ー、<う>だろうなこう地道に楽しんでらっしゃる感じがすごくなんか新鮮でしたでもそういうのがなんか伝播していくのかなっていうような感じもして<あ>はいちょっと見落としてた、ね、のこれまでのキャリアは生かされてますかっていうのはちょっと見落としてませんでしたそういう意味ではこの、ね、今までコミュニティの研究されてたとかあとお客様への営業みたいなところっていうのが今の取り組みに生かされてるところみたいなのがあったりするんですかね,そうですねあの かかかかされているどうわかからないですけど、まあ、た例えば営業とかだったらこうお客さんのところに訪問してなんぼみたいな教育を受けてきてまして、まあ、もう少しそこを発揮したいとこでもあるんですけど、まあ、実際になんか部署に足を運んで話を聞いたりとかっていうのはまあ生かされるのかなというかまあコミュニケーションってやっぱ大,大事なところでなんかその BPR のところもなんかこう上からじゃ業務改善やれよって言っても全然響かないんだろうなっていうところがあるのでなんか実際に職員の方と話す時間っていうのは大切だなとあの、まあ、営業してた身としても思います。はい、はい ありがとうございます。小谷さんのキャラクターが、はい、すごく出てた、あの、素敵なプレゼンだったと思います。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。えっと、それでは、えー、これで、えっと、プレゼンテーションのあの、パートは、えー、終了となりまして、えー、この後、えー、25分頃から、えー、お悩み相談室の方に、この後、入っていきたいと思います。 で,ですね、えー、この後は、はい、このさ最後のお悩み相談士になるんですがえ、もしここで、あの、退象されるという方もしかしていらっしゃるかもしれないんですが、ぜひ、あの、アンケートへのご協力を、えー、お願いしたいと思います。あの、ご登壇いただきました皆様にもぜひフィードバックもしたいと思いますので、えー、ぜひ、今後の参考とするため、アンケートにご協力いただけますと、えー、嬉しいです。はい、よろしくお願いします。 はい。えっ、ー、と、それでは、この後、えー、最後のセッションということで、えー、実態の皆様からいただきましたお悩みがですね、えー、実はいくつも来ておりまして、そちらに回答しながら、あの、今日登壇いただいたゲストの皆様にも入っていただきながら、やり取りをしていくセッションに移っていきたいと思います。はい。それでは皆様、お入りください。順次、お入りください。 じゃあ、ここからは Code for Japan 研究員の山形さんにちょっとリードお願いいたします。はい。よろしくお願いします。北海道森町出身の山形でございます。とりあえず、北海道のイベントなので言っといた方がいいかなと思って、<laughs> 今,言と <laughs> 今言っておりました。<laughs> はい。じゃあ、ここからはですね、食品間連携で進める自治体 DX の始め方。あの、皆さんにですね、 え、ptx で登録していただいたときに、アンケートを実は、えっ、ー、と、取っておりまして、あの、いろんなお悩みがあるだろうということでですね、えー、アンケートを取っていたのですが、実はですね、ほとんどが、あの、今回の登壇の中でですね、<laughs> えー、お答えいただいたものばかりでですね、<laughs> この30分間、どうやって過ごしていこうって、今、すごく、朝日は僕に、えっ、ー、と、しております。 えとまあ、その中でも、ですね、えー、やっぱり一番最初に来たですねこのアンケート、お悩みの中で、えー、と市町村の DX を進めていくにあたり、推進や調整役となっている都道府県庁との意思の疎通が難しい、市町村と競争姿勢や通知を早く出してもらえないものか、そのへん、どうやって作っていったらいいだろうというですね。 質問、あの、同じような質問も来ておりましたし、このイベントの中でも同じような質問たくさんあったんですが、これ、本当にどうしていったらいいのかなっていうのって、多分皆さん悩んでるところだと思うんですね。で、あの、藤井さんの中、 話の中でですねこの辺出ていたかなってちょっと思ってまして、えっと、同じくですねスライドの方の質問の中でも、えっと、藤井さんに質問です、えっと、福島県の振興局には自治体を支援する情報担当がいらっしゃるのでしょうかっていう質問も来てたんですがこの辺藤井さんどうなんでしょうね、はい、そうですねあの実は情報担当の方いらっしゃらなくてでえー、っとですねあのすごい、まあ アナログというか、あの、最初はですね、あの、皆さん、ズームの使い方もわかんないっていう状況でした。で、えっと、なんていうのかな。あの、そういうのも、あの、トラブル、 もう毎回あったりとかしたんですけど、なるだけ県の方にやっていただいて、そうすると徐々に皆さん使えるようになってきてですね、えっと、最初こっちがなんかいろいろテーマーしてたんですけど、まあ、だんだんやらなくてもあのできるようになってったっていうのが、なんかすごい成果の一つだなというふうに思ってます。で、もう一個はあの、ちょっと県の方も、そういう意味では仕事の仕方をえっを、と、改善してから、市町村だけじゃなくて、県もやらないといけないですよね。 というのがあるので、えー、そこをですねあの地域おこし協力隊デジタルっていうのを、えっと、1人、あのー、つけました。で、えー、そうするとです、ね、なんかあの謎の書類がいっぱいあるっていうのが、あのデジタル人材がいっぱい発見してきたんですね。あの <laughs> あ 出勤簿とか犯行をしてたりとか、時間とかなんとかってあの管理してるんですけど、そもそもなんか、これって必要だったんでしたっけみたいなものが、なんか続々と出てきて、うんで、それを、あの、片っ端から、あの、デジタル化していくっていう仕事を今してもらってます。彼、うん、がなんか面白いこと言ってて、うん、あの、異世界転生したみたいだって言ってます。<laughs> 異世界転生 <laughs> 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 アイザイソースのデジタルバリバリ使ってる人なんですね。はい,は,いはい。で、えっと、それで、まあね、あの、いろんな、まあ業、業務というか、いろんなものを、ツールを使いながらやってる人間が、はいはい、そういう、こう、タイムスリップしたみたいな感じですね。はい、あの、サザエさんの時代にタイムスリップをして、<laughs> サザエさんの時代にデジタルツールがあったなら、みたいな感じで、<laughs> あの、ソリューション開発をしてってるんですね。うん。なんか、そういう感じで、えっと、そういう意味では、あの、 えっと、例えばね、ね先導する方が、えっと、IT バリバリ使ってるっていう状況じゃなくても、えー、全然いいと思っていて、えっと、それは本当に一緒に勉強していきましょうっていう形で、えっと、一歩一歩あの進んでいければ、まあ、いいかなと思ってますし、えー、情報担当の方が、まあ、いらっしゃらなくても、あのーうん、そういう形で、まあ、進んでいってるっていうのはなんかすごく何ていうのかなあの やりがいがあるというか、あの、うんうん、とは思うので、えっと、なんていうのかな。えっと、多分、上質の方が、の方が IT リテラシー高くて、同庁、うんうん、の方の方は、多分、あの、会話が、 難しいっていうか、あのもしかしたら、専門的知識ないから、なかなかちょっとみたいなとこあるかもしれないんですけど、特徴<ど><の>って言ってないですけどね、さっきね、意思疎通が難しいっていう話があったから、そうなんですよ、あ,の、ね、があるので、えー、っていうところを、ね、あのなんかこう,そうです、ね、お互いに成長するっていう感覚で進めてますっていうのが現状です。そうっすよねなんかあの今はちょっと 藤井さんの話の中でちゃちゃいれちゃいましたけど、これってきっと、あのー、今日は一応、北海道がメインの、えー、とーイベントということで、えー、と当然、私たち、えー、と私、今、本職、えーと、北海道森町役場でも務めてますので、都、あ、庁、のー、の中でも、都庁さんとのやっぱり、えー、とー正直、えー、職員、各市町村との圧力も当然あるでしょうし、これって、多分全道的に、 同じような感全土全国的にですね、同じようなきっと感じなのかなって、正直言って思うんですよね。で、私もですね、あの、藤井さんに、えっ、ー、と、一度依頼されて、西会津の、えっ、ー、と、小池の場所でお話ししたときに、本当に、あの、振興局単位で、あの、がっちりやられてるっていうのは、相当珍しい形だなっていうふうに、私も結構衝撃を受けてですね、 こういう流れをやはりあの全国全国に振興局ってあるんですかね普通県庁って一か所だけで全部やってるんですかねどうなんでしょうね。オーとかだったら5つぐらい県民局ってあったりしますねうん、うんあ。やっぱあるんですね。そういう流れっていうか、あのちょっとあまりにも DX だとかってでかいですよね、話が。うん、そうですね。うん、<laughs> はいなのでもううちょっとこう 細かなセルっていうか、細かん単位で、えっ、ー、と、話し合いだとかをできるポイントってあると、すごくいいなっていう感じしますよね。うん、そうですね。うん、結構、あの、面白かったのは、会津広域での、あのー、イベントに、うん、あの、振興局の方が軽い気持ちで山形さんを呼んだっていう。<laughs> <laughs> それで、あの、ズームの欄に、あの、各町長がずらー並んでて、<laughs> 山形さんみたいな感じになっていてですね、あの、結構、こっちとしては面白かったんですよ。そういう感じで、あの、ズームで、あの、全町長、あの、全副首長が、えっと、13地域全員集まって、うん、えっと、うん、そういう意味では DX どうすべきかみたいな話を、うん、コンセンサスを取ってるっていうのは、すごく、うん、あの、 成果の一つだなと思いますし、意外にできるなっていうのは実感としてあります。で、できる理由はみんな困ってるからですよね。あの、うんうん、みんな困っててっと、自前ではできないっていうふうにまあ感じてるので、うんえっと、こういう形になったなというふうには思うので、そ,その状況っていうのは、うん、あの、 どこも変わらないかもしれないので、なんかチャレンジできるんじゃないかなと思ったりしてます。うん、そうですよね。あの、うん、市町村、まあ、当然、なんて言うんでしょうね、えっ、ー、と、中央機関が必ずしもしっかりしてなければならないっていうことでもないし、うん、えっと、逆にやっぱりいろんなところが、あの、 ベースアップをちゃんと図られているっていうのがこれから先重要なのかなって思いますし、その点でいくと、やっぱりあの小谷さんの話の中で、あの全然その DX、素人だっていう言いながらも、やっぱここまでいろんなことをやっていけるっていうのは、すごくその県庁だとか同調だとかと、新興局、市町村との,あのつながりの中で、あの参考になるんじゃないかなというふうに思ったんですけど、小谷さんはやっぱりこう完全に素人だっていう中で、その DX の担当になって、 でえっと、職員の方からも当然、いろんな質問とか来てるとは思うんですけども、あの同じ目線で話して、同じくこう作っていくっていうのって、どういう感覚なんでしょうね、やっぱり々あの情報担当としては、出来上がったものをあの、まあ、利用者っていうか、同じ職員に対してでも提供していくっていう思考しか実は情報担当ってないんですけど。 一緒に作っていくっていうその感覚、まあ、今でいうとアジャイルっていう方式になるんでしょうけど、その感覚って、なんかこう意識してこう、ちゃんと出来上がってないとまずいって思ったりとか、そういうのって考えたりとかされるんですかねそうですね、あのー、そこが今、なんか一番困ってるじゃないですか、あに <laughs> なんか ICT に詳しい若手が入れられてると思ってるんで、皆さん。 うん、あのめちゃくちゃなんか聞かれるんですけど <laughs> でもそこはなんか僕なんか私のなんか人柄というかすもう素直にもう実は分からないんですっていう <laughs> 回答をしてまして、うんうん、ですごい調子抜けされた反応をされるんですけどうん、うん、でもそこでなんか分からないのでっていうのではなくてあじゃあなんか私も最近勉強してるんで一緒にやりませんかみたいな。 流れに持っていって、自分のもちろん,なんかスキルも磨いとかないと、肝心なところで応えれないなっていうところはあるんですけど、本当にあの一緒にやりますっていうことで、あの玄関に足を運んだりっていうことはますそうですよね、やっぱ一緒にやりますかっていうのって大事かなってやっぱ思いますしただ、一方で、えー、と豊川市さんは、えー、今、情報担当が9人。 そういう中、あのー、先ほどの、えっと、質問の中にもありましたけど、情報担当が1人しかいないだとか、あのー、最初のうち、多分情報担当になったときって、みんなやる気にあふれてるはずなんですよあの、もっと変えていこうとか、もっとやっていこうとかって気持ちになってても、うん、どんどん疲弊していって、あのー、どん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 ,どん、うん。 辛くなっていってもうやる気も何も起きないっていうふうに状況になっているまあ不幸な状況になっているのが今なんじゃないかなってやっぱ思うんですけどその中でも音更町のように、えーとまあ、モチベーション高くモチベーション山田さんやっていく原動力っていうかあのー、その原価の皆さんとの,そのやり取りとか調整ってすごくやって でいらっしゃるイメージが僕一度、音吹町さんに、こう、えっ、ー、と、見学させていただいたときも、もう窓口とかもかなり、えっ、ー、と、まあ、DX の根本っていうか、すごい効率化されてて、あの、素晴らしいなと思ったんですが、ちょっと山田さん、あの、音吹町の窓口についてちょっとお聞きしたいんですけど、今、音吹町の窓口ってどんな感じになっているんでしたっけ あのうち窓口についてはですねあのもうかれこれ10年以上前ぐらいからあの、まあ、基本的にワンストップでやれるようにしていきましょうっていうことをベースにしてあのやってきてるんですよね。なんであの税の証明とかそういうのもあの、まあ、証明玄関から一番近い窓口で。 えー、基本的には大抵のものはあの用を足していただけるようなあの形っていうことをずっともう10年以上前からやってきてます。で、あのー、最近であとお客さんをですねあっちこっちの窓口に、あのー、移動させないっていうのを基本的な考えにしてますんで。えー お客さんが来て、そのお客さんの話を聞いた上で、じゃあどういう手続きが必要かねっていうところは、ある程度そのチェックシートみたいなものが何パターンかあってですね。で、それをベースにして、えー、一つの手続きが終わったら、今度、えー、職員を呼ぶんですよね。別の課の職員を。で、えー、次この手続きだからよろしくねっていうふうに、 あの職員間でリレーをしていくっていうようなあの形でお客さんには対応しています。まあそうすることでお客さんはそのあっちこっちの窓口って同じ説明を一からしなくていいんですよね。で職員間であればあの十言わなくてもまあ五か六ぐらい言えば次こここれここまでやったからあとこれだからよろしくねみたいな感じでえまあリレーしていけるのかなと。 うん、あのそんなようなあの対応ができるような、あのまあ、レイアウトも含めてですけれども、あの考えててやっきなんかあの、そこって僕、すごい重要なポイントなんじゃないかなと思ってて、DX だと、DX っていうと、まあ、要はバックオフィス側に自治体、現在の自治体は目が行きがちっていう状況なんですけど。 あの、どん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 そのバックオフィスをやる理由っていうのは何なのかって考えていたときに、やっぱりその対住民の方々とどう付き合うかっていうところがやっぱ重要で、そこを効率化させるために、バックオフィスも効率化させていかなければならないよねっていうきっと思考になっていくのかなと思ってるんですね。あの、その中で、あの、しっかりと、えっ、ー、と、窓口業務のその効率化を図られているっていうのは、ある意味、この DX の 根底っていうか、一番最初にやらなきゃならない部分が、もう出来上がってる、それが自然に出来上がってるっていうのは、すごい大きなことだと思うんですよね。その中で、あのコードフォージャパンとして、例えば、あの、砂川さんだとか、野田さんとかもいろんな市町村にこう行ってたりとか、話聞いてたりとかって思うんですけど、窓口で、今みたいに山田さんのところみたいに、こう、ワンソップ、いわゆるワンストップ窓口って呼ばれてるところなんですけど、それやってるケースって聞いたことあります やってるとところ多いと思うんですけどね。相互窓口みたいな言い方をしたりもしますけども、まあ、やってるところはあるのかなというところですけどもやっぱりそ,の、うん、そういったところっていうので住民さんのことを考えてるというか、うん、まあ行政視点になってないなっていうところはやっぱり感じますねまず住民の方々がああまあもっと快適に過ごすとか生活するっていう視点で、うん、まどうしたらいいかっていうのを考えられてる印象はありますねやっぱり。 行政してんじゃないっていう表現すごくいいですよね。あの、まあ、我々、あの、今回の Code for Japan の今出てる3人のメンバーとかも、あの、一応サービスデザインって呼ばれる分野、あの、どうやって、えっ、ー、と、その住民の生活、えっ、ー、と、住民の方がこう幸せに、えっ、ー、と、行動、行動って言いますか、なんか、いいこいい感じにできるか <laughs> っていうのをですね、考えてるんですけど、あの、そこの観点ってすごい大事な、 ことかなって思うんですよねあのー、山田さんたち、山田さんと話したときに、あのー、前に山田さんと話したときにですねこう、住民、あれ、なんて言おうとしたか、今忘れちゃいましたね、僕。 けようとした何を本当に言ったかです,、ね、あれすごい今考えてたんですけど何を言あのすごいね山田さんがねすごいいいこと言ってたんですよ。であの前にですね、えー、と姫路に行って話した時に山田さんのそのセリフを僕あのこんなに素晴らしいことを言う人がいるんだっていうことを言ったんですけど<ー>セリフを忘れてしまったので。<laughs> 田さん思い出せないかしら。田さん何ったたでしえ、なんだっけね。どんな文脈であれでないかいなんだっけ結局、そのサービスとか手続きの手段とかね、それを決めるのはうちらじゃなくて、使うかどうかを決めるのはお客さんであるべきじゃないそうですか。 はい、いや、本当にその重要なポイントを、そのサービスデザインとして、やっぱりその視点っていうのは、すごい重要なポイントなんじゃないかなって、本当に思いますよ、ね、なんかあの、そう考えていくと、えー、例えば都道府県の,その担当の方と,、えー、と市町村の関係性。 市町村と住民の方の関係性っていうのも同じようなことが言えるんじゃない、まあ、それれ政府と都道府県、市町村、国民の関係性も同じだと思うんですけど、やはりこうサービスベースで一度、えっと、立ち戻って、我々わ考えていくっていうのは、すごい重要なのかなっていうふうに思ったりとかもしていました。でですね ここでいきなり話変わってですね、またスライドの方からのチョイスに入りたいなと思ってたんですけど、またこう山田さんのお話なんですが、あの、現状届け、えっ、ー、と、山田さんへ、現状届けを箱に入れてっていう方式だと、個人情報が盗まれていないかっていう不安もありますが、その辺をたん 対策したのでしょうかっていう話があったんですが、こどうしてもですね、えっと、オンラインで何かをやるって言った時に、そに、セキュリティの観点って、市町村ってやっぱおっかない、<う>おっかない、怖い、怖いっていうです、ねえっと、イメージがあると思うんですが、その辺でってどうやって乗り越えられたんですかね。紙の話かな、現況届けう、ね、そうですかねあの、スライドの中の質問で、多分あの、写メで取ってっていう。 そっちについてはあのーまあ、道内の自治体でずっと共同利用してきている、あのーまあ、仕組み自体があの、うん、お客さんから受けるときはインターネットで、えー受けまあ、当然、インターネットで受けるんですけども、あのーまあ、職員がそれを最終的に画像ファイルとしてダウンロードしてきたりとか。 それっていうのはそのシステム内でまあ無害化処理なり何な,なりっていうことも含めて LG1 側にあの自動的に転送されてきてでそれを受け取るっていうダウンロードしてくるっていうようなまあ一応そういうその仕組みの面でもある程度その市町村利用する市町村があ,のあまり悩まないでもうんちゃんとこの上でやってればあの安心だよねっていうふうに。 あの取り組みやすい、まあ、あの仕掛けっていうものがすでにあのこれまでの歴史の中であの培われてきてたっていうか仕組みとして、まあ、ずっとねあの積み上げてきてたものがあったそれのそれをまああの元凶届けっていうものに応用してみたら結構便利にみんな思ってくれたうんな,なんかやっぱそこ 部分もさっきの話にまた戻りますけど、こう、誰のためのこうデザインなのかっていうところにやっぱり来るっていうか、その自治体って、どっちかっていうと必要以上に怖がるっていうか、石橋を叩いて壊すじゃないですか。で、壊して、再構築して、それをもう一度壊してから、あ、渡れなかったってなるのが今の自治体な <laughs> 感じがすごい、セキュリティの観点からもするんですよね。なので、そのユーザーファーストでやっぱり考えて、 えこれから先そのど、どういう事務にしていくかとか、どういう手続きにしていくかとかっていうのも、敷地をこうみんなで考える、そこってそこまでこう怖がる必要ないんじゃないとか、やっぱ先駆者として音更町さんが、まずここまでは大丈夫だよっていうのを、ファーストペンギンとしてやれたっていうのは、かなり大きなところかなと思ってて、そういうのをその市町村ごと、例えばうちの町だと、 えっと、ここまでだったら怒られないよねとかっていうのをその分野分野で役割分担してあのやっていくってそこってあの西会津だとか会津地区も同じですよね。そうですね、本当にあの、うん、やるべき課題がものすごい多いのでそれをあの13市町村一個一個同じところにあの戦力投下してもあんまり。はい あれなのでバラバラなところでチャレンジしたことを共有することによって同じ失敗を、あのー、周りがしなくて済むような、まあ、協力関係というか信頼、うん、関係ができていると、あのー、だいぶもう未,未来は明るいというかあのできることは増えるなというふうに思いますね同じ失敗をしないようにするって西会津町のデジタル戦略のところにも書いたんですよ。あのーうん もうあの文章に書いちゃうっていうのが大事だなと思って、あのー、今からやることっていうのは、広域で、えっと、共有しますっていう、あの、それを前提としてこの活動をしますっていうことを、デジャー戦略の中に書いてある。だって、バンダー町も書いてあるんです。っていう感じにしているので、うん、えっと、なんでそれってね、公開するのかとか、いろんなところでね、あの、失敗の話するのかみたいなっていうのは、書いてありますもん、みたいな。あの、戦略に、みたいな。で、失敗を、なんかね、伝えるから向こうから も失敗の話聞けるみたいなこれをこうなんていうのかクローズにしても本当にあのなんていうの価値にならないので、なのでそこをそうです、ね、あのこう文書化するっていうのはやってますね。あ文書化っていいかもしれないですね。先ほどの,あの豊岡市のもぐもぐ会、あのみんながみんなこうお、すごいって話になったと思うんですけど、ああいうのも本当にクローズにしないで。 公開していただけるっていうのはもしかしたらすごい価値のある神戸市さん、あれですよね、あのー、神戸テックリーダーズの、えっ、ー、とー、成果物を YouTube チャンネルで公開してたりとかしてるんですけど、豊越さんもどうなんですかね、そういうのを白のだからこそ、あんまり役場の、役場っていうか市役所のルール分かんないから。 公開しちゃいましたぐらいの感じで公開してくれたりとかしないですかねそうですね、ちょっとそこは、はいあのまあ、こどんどんそのオープンにしたいなっていうところで、その前回からは、あのえー、と豊岡市があるのがその兵庫県北部の田島エリアになるんですけど、そこの情報担当者の協議会の方,の、えー、方にあのもぐもぐ会の開催の方はシェアするようにしてもらってまして。 近隣の自治体、まあ、神戸市さんとか足屋市さんとかも入ってくれたこともあるんですけどそういう、はい、あの近いところでもあの連携という面でそういうランチセミナーとか気軽に、まあ、兵庫県さんもランチセミナーやっててそれに参加したりっていうのはこちらからもあるんですけどなんかそういうのはあの気軽にできたらと思ってますね。はい なんかそううあれでいやその「日生セイ会津町」でも「豊岡」でもそのですか未完成なものをどんどん出していくとか失敗をして失敗こそ共有するっていうそういう雰囲気ってすごい大事だなと思っていてそういういや結構こう失敗が許されない感じとか完成したものを出すみたいなあの雰囲気が強い中そういった雰囲気を作り出した工夫とかあればお伺いしたいなと思うんですが。 そう,そうですね。工夫あの。どっちかというと、あの、Code f o さんとかもそうですけど、まあ、IT 業界はどっちかというと、こう、失敗をオープンにしながら共有していくっていう、まあ、風習があるという感じなんですね。 で、えっ、ー、と、IT のなんかいいとこってそういうとこだ、そういう文化的なものだなと思ってるので、えーと、そういった文化をちょっと持ち込ませていただいて、えっ、ー、と、オープンに共有していくみたいなことが、まあ、徐々に広まってるかなというふうに思いますね。うん。えっ、ー、と、なんかいいことを思い浮かべそうな気はしてるので、ちょっと時間くださいみたいな感じ。あの <laughs> <laughs> いい話。<laughs> うん、はい <laughs> なんか豊岡市でいうとあれですよね、スライドの方にもこう質問が来てて、なんかもっとこうしたらいいんじゃないかという若い職員の発想をしらみつぶしに刈り取っていくおじさん,さんみたなのなんでここまで違いが出てくるんでしょうねっていうところで言うと、今回、小谷さんって2年目で ICT も、たゃん1年とか1年半とかの人がこんなイベントに登壇できるっていうのは、 結構すごいなっていうところが、うんうん、それをあっさり認める上司の山内さんっていう人が、その流され感というか、まあ縁ちゃうっていう感じですよね、たぶ、うん。なんでしょうね。まあ な、なんなんでしょう僕ももう分からずここで喋ってるいから、<laughs> なんで北海道の皆さんになん話をしてるんだろうってすごい思ってますけど、<laughs> そういうのでいいんだろうなと思ってやってますし、もともとなんかそういう地域コミュニティとか街づくりの分野とかでも、なんかそういう、あの、ノリの良さとかってあって、そういうとこであ、あの、経験があるのもあって、まあ乗っかってみようみたいな気持ちって、まあ、 ね、なんかもう何もできないんで、僕は本当にそういうところに乗っかるしかないっていう、うん、マインドです。乗、はい、<laughs> っかるっていいっすよね、なんか、うん、うん。うん、なんか、その話で言うと、あれですよね、こう今日のセミナーとかも、そうセミナーというかイベントもそうですけど、役所って、時間内にこういうセミナーに出ることが悪だっていう、なんか風潮あったりとか。 するじゃないですか。時間中に YouTube 見るって何事かとか。<laughs> そういうのなんとかしたいですよね。<laughs> かこういう共有の場があるのに。<laughs> そうですね確かにそれはありますね。あのいいことと言おうとしたたの分かっ,たっすあの自分の,あのスライドに言ってたように共通言語がないとそもそもあの分かり合えないんですよっていうのがあるんです。おのの立場が違うしでその立場の話をしても折り合いはつかないんですけど共通言語ができると、うん、はいはいあ,あの話ねとかあの あ、あそこでああいうこう失敗があったからこういうふうにしようねみたいなことかっていう、その共通言語をどれだけ作れるかっていうのが、なんか連携のすごい大事なところかなっていうところはありますね。はい。という話をしようと思っていましたっていうところですね。うん、あとは、<laughs> あとは信頼関係ですよね。うん、あの失敗を話せる関係性っていうのがすごく大事だなと思ってますし、うんうん、えっとね、これでなんか、あの、ね、 昔はもしかしたら競争してたから、そういったところで秘密にしてこうっていうのはあったのかもしれないんですけど、今はそれでもう戦えなくなったというか、もうオープン戦略でいかないと勝てなくなったっていう感じもしますね、うん、っていうのは、はい。クローズでね、なんか短期で、あの、日本を変えてやるぜみたいなのは多分絶対無理っぽいので。 そういう意味では本当に横の連携をしながら、えっと、分散型社会にどんどんなっていくのであそこをどう、まあ、信頼関係作っていくかみたいなのがすごい大事な時代になったんだなっていうのは思いますね。うん、<当>そのためにオープンになるんです、ねはい、なんかそこって議会との関係性もそうですけど町議会とか市議会だとかの関係性もなんか今って対立によってあの攻撃することがなんか良しとしてるっていうかそれがかっこいいみたいな風潮があったり。 すするわけじゃないですかでもそこって、なんかそんな劇場型の行動ってもう必要なくてあのうまいことをみんなで競争しながらあの情報を共有してやっていくっていうのがすごく重要なポイントに今後なっていくのかなっていう思いもあったりするんですがちょうどですね、えー、と残り5分となりましたのでこの辺で、えー、このネタについてはまた今度どっかの機会で話していければなという,ふうに思います。はい はい、無理やり締めましたけど。<laughs> <laughs> じゃあ、なんかちょっと乗ってきたところでしたが、えー、お悩み相談は、えー、以上ということでよろしいですかね。はい、はい。じゃあ、皆さん、あのゲストの皆さん、小谷さん、山田さん、藤井さんも本当にありがとうございます。はい。短い時間でしたが、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はいありがとうございます。はい それでは、えっ、ー、と、あっという間のクロージングの時間になってしまいました。はい。えっ、ー、と、最後はですね、あの、一言、えっ、ー、と、ご挨拶を申し上げて終了としたいと思います。えー、Code for Japan のガブテックチームリーダーの え東よりえ終了の挨拶をさせていただきます。東さん大、大丈夫そうですか,か,れますかはい。じゃあ、最後、締名をよろしくお願、はいあい。途中で切れたけど、はい。改めまして、今日は皆さん、長時間参加いただきまして、ありがとうございます。Code for Japan の東です。ちょっとお時間いただいて、まあ、先ほどの、えっと、 話の中でまとまってるかなと思いますが、少し振り返りをしつつ締めたいと思います。で、私自身はまコ、えードフォージャパンとともにえっと滋賀県日野町で制作作業をこの4月から務めておりまして、えっ、ー、と、そこでま cdo 的なことをやっております。で、今日のお話、あのお話を伺いながら Adobe stock と呼ばれてる。まあ、画像のアーカイブの中からまあ、それっぽい画像を探してきて。 見ましたそ、まあ、それはそれはだけの話です1つ目はですねあの、総務省さんが作られた DX 推進手順書、これ、しっかり読みましょうということに尽きると思いました。あの手順書を作られるときに、実は総務省さんと Code for Japan、意見交換させていただく機会をいただきまして、いろんなお話をしたんですが。 あの一番悩まれてたのは総務省さんだったなというのが率直な感想です。であるからこそ、すごく力を入れて作られたものです、まあ、いろんなご感想あるんだと思うんですが、思いが詰まったものなので、あのみんなで大切に読んでいきたいと思いますし、あの今日も総務省の担当の方は、あのぜひ視聴したいというふうにおっしゃっていただいたので、今日出てきた意見も、次の,あの改定の時にえっに出てくることかなと思います。 まああるいはまあ総務省が作ったってなってますが、あの改定するのは自治体、皆さん方次第ということですね、皆さん方の取り組みがまあ手順書の中に入って広く連携していくということを、あの、この、 1>, 間ですね、1、2年で、えっと、選択していったのが、おそらく日本の、えっと、自治体の DX の形なんだと思うので、そうした形が続くように思っています。で、まあ、その際にあの、なんかこうやって積んどくするんじゃなくてですね、ところどころ不箋見えてますが、まあ、しっかり読み込んで、それを使いこなす、えっとまあ、従順にまずはやってみるっていうことも大切でしょう、おそらく、まあ、悪いことにはならないっていうことは、えっと、言えると思いますし、まあ、しっかり読んだ上で、もうあえて無視すると。あの,手張りの あの原則じゃないですが、まあ、そこから離れていくということも恐らく許容されていると思います。で2つ目はあの、まあ、リテラシーかコンピテンシーかという話です。あの今日ゲストで登壇いただいた方々、あのお話を伺ってきて、まあ、結構シリアスな話もありましたがあの、楽しくやっていたっていうのがすごく印象的だったと思います。 そうした時にまにリテラシーがないんだけどっていう話があのまさにそこであのまあデジタルとか ICT の,のリテラシーがないからっていうのはまもはや枕言葉になっていまして DX を進める上ではここであるまあコンピテンシーと言われているまあすなわち自分で行動して習得していくようなまあそ,うそういったまあ行動様式のことですけども。 まあ一言で言えば、マインドセットのチェンジが DX でありますし、まあそういったことに関わるリテラシーじゃなくてコンピテンシー、まあ組織としてのマインドセットということが大切だって、まあそれを身につけている組織あるいはそこで働いている職員さんは楽しく見えるっていうことかなと思います。従って、あの DX するために職員のリテラシーがどうのっていうふうな問題設定をもししているんだとすると、 えっと、それはちょっと見直す、考え方を見直す必要があるのかなと思いました。で、まあ、都道府県どうするっていうのは、あの、もう言わずもがなかなと思います。あの、道長さんは今回のイベント、ご講演もいただいてるのに、お前もっとやれよみたいなことを言われてるような感じになって、まあ、これは、あの、 まあ、会津の富士山の事例の中で県の役割というのが、まあ、あの明確にされていたと思いますが、まあ、そこに示唆があったと思いますのでこれは別にすべ、えっと、ての都道府県に言えることであってこれからおそらく基礎自治体である市町村の取り組みが、まあ、日本で最先端になっていくように思うんですけれどもその時に都道府県がどういった役割をあのやっていくか、まあ、これから試行錯誤が始まると思うので。 えっと、そういったことも、まああの、都道府県の方が今日登場はしていませんけれども、まあ、影の主役であ,であったのかなと思います。であとは、まあ、あの今回されている取り組み、事例の中にも、まあ、実は登場していましたけれども、もう一人の主人公である住民さんのことをあの忘れないようにしようということだと思います。あの自治体の DX は、まあ、住民のためということと、 えっと、それをサービスを生み出す、あの、職員のためっていう、まあ、両面あると思いまして、まあ、今日のイベントは職員側に寄せていったような形になってたと思いますが、山田さんの話の中にもありましたけども、あの、住民さん側の変化も感じる必要があります。で、私も日野町で、えっと、かれこれ、えっと、各集落の懇談会に一緒にご一緒してですね、住民さんのお話を伺ってると、まあ、これまで通りの、えっと、役所と、えっと、まあ、自治会なり、 住民の人たちの要望を言い合うみたいな話から、ですねどうしたらこの地域社会を守れるかっていうことを、時間をとってですね意見交換をしようというあの集落の方々にも出会います。やはりあの問題意識は共通でありまして、役場側にも必要なこともあるでしょうし、住民側にも変わる必要があるということは、あのだんだん地域でも共有されてくる、まあ、それが自治体 DX のトレンドと、まあ、対応をなしているように思いますので。 今回の取り組みを通じて、もう一人の主人公である住民さんにとって、どういった価値が提供できるかということも忘わせれずに考えていきたいと思った次第です。でまあ、そうしたイベントを開催させていただきましたが、Code for Japan はあの、とにかく面白いことがしたいと思っています。せっかく自治体 DX があのオールジャパンで取り組もうとうなった以上ですね。あのうん まあいろんな面白い取り組みですね。まあ面白いっていうのはあの楽しくやりましょうということで,です。が、あの楽しくやって面白いことをあのぜひいろんなところで起こしたいと思ってますので、そういった意味での面白いことをしたい自治体さんはぜひ私たちにご提案いただければと思います。またあの今日あの北海道以外の地域の方々にもご参加いただいていると思うんですが、こうした地域 あの各地域での,あのイベントなり職員関連機を進める取り組みは継続して行わなければいけないと思ってますので、もしあのこうしたものを自分とこでもやりたいなということをお考えの方々、もしいらっしゃったら、ですねお近くの総合通信局さんにもぜひご相談いただくなど、ですねいろんな人たちを巻き込んで、ぜひ聞く側だけじゃなくて、ですね自らもあのこういった形を作っていく側に、ぜひ多くの人に参加していただけるように。 期待しておりますのでまた別の機会でもお会いするのを楽しみにしています以上ですありがとうございましたはいでは以上をもちまして、えー、本日のイベントは、えー、終了とさせていただきますはい、YouTube ライブでご覧の皆様どうもありがとうございましたまた次の機会どこかでお会いできますことを楽しみにしておりますありがとうございます